お願いします。どうぞお願いします。じゃあ、こんにちは。じゃあ、今日はですね、3時からの特別セミナーで、慶応大学の、塚田先生に来ていただきまして、今日のタイトルは生物の新しい理論に向けてという、題でセミナーをしていただきます。塚田先生、大阪大学の、学部を、出られまして、現在、理研と慶応と、はい、両方やっておられまして、先ほど話しましたら、なんか医学部の新しい AI 関係の講座を創設されまして、でそこで、今日の話につながるような AI と、はい、まあ、拡張された知能について、どういうふうにその医学部と AI の方向が進めるかということで、私は非常に楽しみにしております。じゃあ今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、そしてさらにちょっと今のは、フォーマルなイントロダクションですけど、実は坂田先生、あ、もういいです、ソニーコンピューターサイエンス研究所で何年間でしたっけ。いや、もう10年間ぐらい同僚でいさせていただいて、本当にですね、実はこれご本人からちょっと言いにくいんでしょうけど、ヒューマンの iPS を世界で初めて作った。まだね、早い遅いの話がいろいろ混乱を招くんですけど、少なくともそれ開発者の一人であることは確かに、はい、ヒューマンの iPS を世界で初めて作ったグループの一人だということです。そういう素晴らしい業績を挙げられてるんですが、同時に今日も素晴らしいんですけど、非常に深い、なんか概念というか、生命観を展開されるのがとても卓越した研究者でやりちゃいますので、今日はお話からのことを楽しみしてます。坂田先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。桜田でございます。桜田和弘と言います。今ご紹介いただきましたように、慶応義塾と理化学研究所で、プロジェクトを持たせていただいているんですけども、まずはご紹介、池上先生、それから茂木先生、ありがとうございます。このような機会をいただいて大変嬉しく思います。で、今日さらにですね、この生命の理論みたいな、ちょっと難しいタイトルにこれだけたくさんの方に来ていただいて、本当に嬉しく思います。で、茂木さんからそのいろいろ考えるっていう話をしていただいたんですけど、その考えるヒントの原点の一つはやっぱ茂木さんの本が実は入ってくるんですけども、今日の話とも少し関係するんですが、今日はその分野を横断する話なんですね。で、僕はなぜ僕はもともと分子生物の研究者なんですけど、なんで分子生物をやろうと思ったかっていうと、これたまたまその慶応義塾に渡辺至さんっていう分子生物のパイオニアがいたんですけど、彼がどんな本を書いたかっていうと、人間の終焉って書いてあるように、結局生命は機械っていうかメカニズムで全部説明できちゃうよと。だからその尊厳のある人間っていうのはもうなくなったんだよという、その葛藤を書かれてるんですけども、逆に病気を治すっていう観点からすると、いや、そんな簡単に治るんだったら、簡単っていうかメカニズムで治るんだったらいろんな可能性があるだろうっていうのが、僕自身がその分子生物を選んだ一つの理由なんですね。ところが大学院で今度はプリゴジンのこの三一構造を見ちゃうと、ラクトースオペランって大腸菌のある遺伝子発現のパターンなんですけども、プリゴジンが書くラクトースオペロンの絵と遺伝学を描く絵があまりに違っている。で、どっちも正しいとしたらこれどうしたらいいのっていうのが、僕の根底にあって、これを当時は合成する力は僕には全くなくて、じゃあもっとその病気を学ぼうと思って、僕自身はそのお薬の開発のところに行ったんですけれども、そうやって10年間やってる後に僕が衝撃を受けたのは茂木さんのノートクオリアで、2つあるんですけども、これすごい奥の深い、一つはですね、その生命現象を僕はその熱力学と分子生物を合わせなきゃいけないと思ってたのが、いや、量子科学から合わせるって考えがあるんだと、これまずすごいびっくりしたっていうのが一つと、でもう一つびっくりしたのは、そのクオリアで代表されるその一回性、つまりその普遍性ではなくて個別性のことを科学で考えなきゃいけないって、こう問うた時点で、かなりショックを受けて、だからこの3つを合わせなきゃいけないと。だから当初の考えてたことがさらに茂木さんの本で僕は深まったというふうに思います。で、ここは細かく説明しないんですけども、分子生物の人何やってるかっていうと、いっぱいその生命現象っていっぱいあるじゃないですか。もうとにかく現象はもう病気だっていっぱい種類があるから、とにかくいっぱいいろんな知識をこう作っていく仕事を、そうですね、10年15年やってきた後に、いや、これを続けてもちょっとつまらないと。
やっぱりむしろその課題を抽象化したり、そのある種の標準的なものを考えていかなきゃいけないというふうに思ったのが、まあ、あのすごく転機で、まあ、ちょうどそれはあの僕はそのお薬の開発をしながら、まあ、ちょうど茂木さんの方に出会った頃に大きくその転機があったというふうに思っていただければと思います。でまずその今日のすごい根幹、すごく大事な概念なんですけど、あの現実と理論とモデルっていう、そのちょっとその人によって使い方が違うので、ちょっとそれを整理しておきたいんですけど、まあ、人によっては理論とモデルって一緒に合わせて書かれる方もいるんですけど、今日はちょっとそうではなくて、この枠組みで僕のお話を聞いていただきたいんですけども、まずその現実っていうのは、僕自身が対象にしているのは病気という極めて複雑な人間の現実っていうのが、まあ、あるわけです。でちょっとこれだけ失礼、撮影中で、あの、これを、あの現実っていうのがあるわけですよね。で現実ってあまりにも厄介だから、なんか単純なモデルにしないと病気も理解できないから、これモデルっていうのもあるわけですよ。でそのモデルと現実をまあつなぐものがその理論で、で、まあ、理論の中に一種の比喩だから、モデルとそのデータ、まあ僕ら現実はデータを使って解釈するわけですから、あのキャプチャーするわけですから、モデルとデータの類似点っていうのを何かはその他のところから借りて説明するっていうのが理論の一つの側面で、でまあ科学で何か分かったっていうのは、多分その現実とモデルが割とうまく似てる時に僕ら分かったなってこう思うんだというふうに思います。だからそうするとこういいモデルっていうのはやっぱり現実とよく似てるし、一方それをまたぐ理論がしっかりしてなきゃいけないので、まあ、このあたりをちょっと今日あのお話をできればというふうに思います。それで一方ですね、理論の話って結構トーンがあるんですよ。なんでかというと、理論は俺の理論が正しい、俺の方が正知だ、俺の方が上だ、いやそういう議論しちゃうと理論ってなんか変なところに落ちていっちゃう部分があって、で、まあ、基礎科学っていうのは基本その真理の探究なので、基本的にその専門分野ごとに歴史とか伝統があって、それをまあ踏まえてそのピアレビューってシステムがあって、でピアレビューがまあ論文をこの査読して初めて掲載されるっていう仕組みがあるんですよね。だからそうすると分野が違ってるとやっぱ衝突が起きやすくて、で今日もそういう視点で取るんではなくて、あこういう理論もあるのかという一つのものの考え方として、私の話聞いていただけるとありがたいなというふうに思います。でなんでどうしたらそういうふうに割と素直に受け入れられるかというとすると、それはやっぱりその応用の観点にちょっと目を向けると、少しあのなんていうのかな、あのとんがった理論から少しこう寛容な気持ちになれるような気がするんですね。でその応用科学というのは問題解決に向けた活動で、設定された問題によっては理論とかモデルを変更していいはずなんですよ。割とそこがだから僕のようにその問題解決をやってきた科学者にとって割とこう柔軟で、あんまり伝統とかこだわらないところがあります。ただ一方であのちょっと現実的な話ですが、規制当局がお薬の場合はそういう枠組みを作るので、この枠組みが科学とすごくリンクしているから、必ずしも応用だからといってすごい自由度があるわけではないというのが現実です。それで今日理論の話をするんですけど、あのこの前提があるんで、スライド4枚だけちょっと何を僕らがその医学部の人間、医療をやってる人間が社会課題と考えているかっていうところを、まあ、4枚だけちょっと紹介させてください。でこれは社会的課題のセッションです。でまずはその人口の変化で、これあの劇的に増えた後に、21世紀、まあ、20世紀に向けて人口が増えた後に劇的に下がっていくというのが今の試算です。で一番その大きな違いは1920年ですが、ちょうど今から100年前は人口5000万で、その時の高齢化率はわずか 5.3% なんですけれども、2100年にまあ5000万人ぐらいになる頃は高齢化率 40% で、だから65歳以上の方が半分近くいるという状況で、同じ5000万人でも表と裏では決定的に違うということがあります。でこの問題は実はそのお金の問題とすごく関係をしていて、であの今その経産省とか厚労省で議論したりする機会があったりするんですけども、2040年に医療費が90兆円になっちゃうという話があります。でそうするとその今より40兆円も増えてしまう と、医療費がもう賄い、皆保険制度ですね、僕ら病気になったどんな人でも病気治療を受けられるんですけど、それがまあ受けられない社会になりそうだというのが今の現状なんですよ。でお金持ちだけがすっごい高価な医療を受けられる社会ってなんかちょっと悲しくありません？だから健康って人の人権の一番基本なので、やっぱり社会が荒れるはずで、やっぱそれを避けようと思ったら、なんとかその効果のある予防医療というか、少しそのお金のかからない形でその健康問題を解決できないかというのが根底にあります。であと最後、
あ、最後ですね。あと2枚あるんですけど、それでね、いやでも皆さん長生きしたいですかって聞いたときに、あの高齢者研究をしていると大体80以上生きたいって人は必ずしも多くないんですよ。だから長生きっていうよりも、まあ、長生きしたい人たくさんいますよ。だけどその何歳まで生きたいかって聞くと答えはなかなか見つからない問題があるんですけど、これはあの中外製薬さんのコマーシャルのちょっと引用なんですけど、あのちょっと読ませてもらうと、同じ病気だとしても患者はそれぞれ別の人間です。病気の性格も薬の効き方もみんな違う。治し方は人の数だけあるべきじゃないですか。私だけの治療法をくださいというコマーシャルが1000万回を超えるあのこう主張されたという経過があります。でこれ多分あの病気になった人がなんとなく自分の治療ちょっと違うんだという多分感触があるかもしれません。だからその個別化っていうのはもしかしたらあの個人の立場に立つと私の治療法をくださいっていうのはもしかしたら大きなニーズなのかもしれない。で国の側に変わると、これはさっきと話は重なるんですけども、高齢者が元気で働いてくれたら高齢者が税金を払ってくれて、しかも、その税収も、増えてあの福祉に使うお金が減らせますよと、こういうことがあるわけです。でそうするとここがあの理論のここから抽象化することになるんですけども、その人間とか社会とか自然っていうのは時間的に変化するある種の複雑な統合システムだというふうに思います。で複雑な統合システムというのはある意味、多様性があって不可逆です。でこの多様性っていうのは、例えば工場で作った車っていうのは均一ですけど、人間ってみんな多様なわけ でそこが一つのポイントであり不可逆であると。で不可逆であるために問題が起こってからではなかなか元の状態に戻せない。だから医療の観点では病気が進行してからの治療って非常に難しい。だからその問題を解決しようと思ったら未来を予測して事の発症発生を防ぐ、そういった科学が必要だというふうに整理できます。でこれは生命科学の観点に立つと、今の方法では予測して予防するってできないんです。因果関係のこれから説明するんです。だからまあ新しい理論に基づいたその知の転換みたいなものが必要で、そこから新しい技術とかあるいは文化を生み出さなきゃいけないというところで、僕の立ち位置は僕の理論がいいとか悪いの前にこういう問題を解くためにちょっと科学を変えていかなきゃいけない、科学のパラダイムシフトが必要だというふうに整理をしていただければというふうに思います。じゃあここからその理論の話に入りたいと思うんですけども、まずは今日のお話3つに分かれます。それでまずその2番目のところは今の生命医科学のあのサイエンスとしての課題がどこにあるかっていうことを少しまずお話をします。でそれを踏まえて、この2つの理論は一応僕がオリジナルだと思っている考え方をご紹介します。であのもちろん世界で同じようなことを考えている方いらっしゃるかもしれませんが、全ての論文を僕は調べられるわけではないので、一応そういう立て付けでお話をさせていただきます。で、生命科学は意外とですねあのパラダイムいっぱいあるんですよ。あので、で大きくその緑と青がその生命科学の中心なんですけども、僕はそのプリゴジンにすごい影響を受けたにもかかわらず、極めて大事なこの熱力学があるにもかかわらず、この熱力学を使って生命医科学をやる論文は極めて少ないです。ほとんどないと言っていいぐらい少ないと思います。でほとんどの論文はその因果関係から生命現象を説明する構造で、これはその最初のファーストパラダイムというふうにしておきます。でその後そのこれと並行して臨床科学っていうのがパラダイムがあって、非常にまあ表と裏のようなものなんですけど、少しこれもご紹介します。で今日まあご紹介しないのはこの後そのシミュレーションによって現象を説明するという領域があって、これと全く違う概念として機械学習や人工知能を使ったパターン学習っていうものがあるというふうに理解していただいたらいいと思います。ですから、この関係をまずちょっとご紹介して、どこに課題があるかを理解していただければというふうに思います。じゃあまずだから今日は奇数だから1,3,5をまずちょっとご紹介します。でまず1の構造なんですけども、これちょっと入るとこれだけ時間をかけてしまうの で基本的に因果関係を知ろうと思うと比較対象試験っていうのをします。で臨床の場合はそのランダマイズドコントロールトライアルってやるんですけど、だからそのデータって言ってもすごい特殊なデータを使って実験生物学者っていうのは解釈します。だから何でも測ってるわけじゃないですよ。そこにすごいバイアスがあるとまず思っていただいて、でその理論っていうのは因果とかメカニズム で最終的なモデルはその入出力のモデルだったりネットワークのモデルだったりします。それで、説明です。予測じゃなくて説明です。これもその生命科学のすごく大きな特徴です。それで、ここにも整備してるんですけど、生命科学のゴールっていうのは普遍的な説明因果率を発見することで、
いろんな生命現象の中で割とどこでも通用する因果関係見つけたら、ネイチャーセルサイエンスに論文がバンと出ると、こういうふうに理解すればいいと思います。で、一方その予測は生命科学でほとんど詐称されるというか無視されてきました。でただね、この説明ってちょっとずるいんですよ。説明って結果も結果が導かれる条件も全部分かった後に説明するんですよね。だけど臨床現場で目の前に患者さんがいらっしゃったら、結果も条件も分からない中で予測しなきゃいけないわけで、社会の問題っていうのは分かってから説明、実験科学の分かってから説明することと予測するっていうことの飛躍は非常に劇的なものがあります。でだから予測はできない。生命科学っていうのは基本的に予測する学問ではない。でそれは例えば機能生物学っていうのはメカニズム、発生生物学もそうですけど、メカニズムがどのように働いてるかをうまく説明したらネイチャーセルサイエンスです。で進化生物学はなぜメカニズムが進化してきたのか、これを説明するのが進化生物学で、で疫学はなんか予測してそうなんですけど、疾患をメカニズムとか相関から説明する、だから過去の臨床のデータをこう解釈するっていうのが基本で、予測っていうのは基本的に、まあ、ないわけではないんですけども、あの中心的なポジションを占めないというふうに、整理できます。で因果のモデルっていうのは意外と因果の理論ですね、 あんまり整理をされたことがないと思うんですけど、因果は大きく4つの軸で、整理をされます。でご興味がある方はすごい素晴らしい本がこのダグラス・クタッチさん、これ日本語で翻訳されているのが因果性って岩波書店に出てるんですけども、その因果っていうのは例えば差異を生み出す因果、それから何かを生み出す、だから、発生過程で心臓が産出される、あるいはそのがん遺伝子によってがんが産出されるような説明の仕方、それから、類型ベースというのは、過去僕に似た人があるものを食べれば太ったので、未来の僕と似た人も同じような食事をしたら太ります。この類型ベースというのは過去に起こった現象と似てる、まあ、これを類型化することで未来をまあ考えるっていう特徴があります。で、影響ベースがもう一つの方法なんですけど、これは例えば、あるアスピリンを飲む と、頭痛が緩和されるっていうのが影響ベースですよね。でその差異っていうのは、頭痛薬を飲んでる人と飲んでない2人の頭が痛い人を比較したときに、頭痛薬を飲んでる人の方が効果がありますという形にこう説明される。だから、まあ、一応そのロジカルにはちょっとこれ力学とも何とも違う変わった領域ですよね、この因果関係。どっちかというとその言論空間に近いような構造をしている。これが生物学の根底にあるんですよ。不思議ですよね、これ自然科学。まあ、こういう形で、整理をされていますね。この赤いところはどっちかというと臨床に使う概念 で生命科学はこの青いところを使って、まあ、説明しているというふうに思ってください。でまあ、ちょっとここだけ細かく、ここはポイントではない。であと入出力モデルはこれ皆さん整理されたと思うんですけども、基本はそのアラン・チューリングのディスクリートステートモデル、だから離散状態機械のモデルが多分一番普遍性があって、ほとんどの実験生物学者はこの概念で自分の実験結果を整理していると思います。ある前提条件に対して外から働きかけがあるとある状態に変わりましたと。だから前提条件を揃えて働き方があるかないかを比較したりして、まあ、この構造的にはこういう形で全てが整理をされているというふうに思っています。だから状態に対しては必ずしも自然現象だけではなくて、その相手の内面だとか行為だとかいろんなことをこの形で表現することができるんですけども、まあ、これがその一つのその入出力モデルが持っている特徴で整理がされます。でこの中の働きかけから結果のプロセスが、ある種非常に細かく調べているのが分子生物学で、ただこれも因果なので有効グラフで、しかもフィードバックがないように書いてます。だからバイオインフォマティックスのネットワークの絵を描くと複雑系の人の絵と違って戻りがないじゃないですか。あってもね、このフィードバック、だからサーモスタットのフィードバック程度で、本当に今非線形性が書いてないから、だから複雑系やってる人にとって分子生物の絵がちょっと気に食わない理由は、多分一方向に因果で書いてあるだけだからなんですよ。だから説明なので目くじら立ててはいけないんですけど、これが分子生物の一つの特徴だと思ってください。でちょっと話は今度臨床に行きます。で自然言語処理の研究している人はちょっと気を悪くしないでください。自然言語処理すごく大事なので。ただその臨床の問題っていうのは、言語で表現されます。でこれ2019年ヌクレイクアシッドリサーチ論文に出てるんですけど、7000以上の疾患の表現型の異常を言葉で表現します。だから皮膚炎だったら皮膚が赤いとかで湿疹が丸いとか、
あの外がツルツルしているとか自然言語を使って、標準的にまあ書くわけですけども、まあ、これ書かれちゃうと日本人の先生方日本語で書くので世界の標準にはどう頑張ってもならないという一つの問題があるのと、その自然言語っていうのは患者さんを先生が目で見て自分の脳が解釈して言語に置き換えてるからそこには何の機械も計算も入ってないですよね。でこの前提条件としてそのジョン・ロックとかデビッド・ヒューム の, その経験論の思想っていうのは感覚器官は外部世界を正確に内面に表現できるそういうものだってことを前提にしてると思うんですけど、そこから脳は実世界を類似性だとか時空の連続性とか因果関係からまあ表象するんだというふうにあの語るわけですけども、あの本当にちゃんと正確に見てるのかというのが今日後半に出てきますけども、あのそういう問題もあって、あのカッコ付きでこの自然言語を使って対象を識別するということを考える必要があると思います。であとね、言語を使って対象を識別するときはどちらかというとタイプ、類型という言葉を使います。であのそれはちょっと覚えておいていただければと思います。であとそのもう一つですね、その臨床は仮説検証ということをすることで因果関係が正しいかどうかを、まあ、証明するわけですけども、で先ほどと同じです。だからある病気の人にある薬を投与すると良くなったという関係で、もっと言うとその線形の関係なので薬の量を増やしていくと治療効果が上がった、あるいは血圧が上がるに従って心臓病の確率が上がった、これ線形の関係を検証することが多いですよ。だからそうするとね、生命現象の中から割とシンプルなところだけ拾い上げてるんですよ。で全く嘘じゃないですよ。だけど全てのじゃあ生命現象をこの方式で説明できるかっていうと、まあ、これ逆には大きな間違いで、だから逆にこれで説明できる現象を割とやり尽くされていてやんなきゃいけない今の問題はこういう線形性では解けない問題が多い。でもう一つその臨床で大事なのは、例えば桜田が何か病気になって治療薬を受けました。でも治療薬を受けちゃったら僕の治療を受けてない条件は知りようがないじゃないですか。だけど僕の受けてない条件と受けた条件を比較するから僕は治ったとします。その薬のおかげで治ったのか自然に治ったのかが区別できます。だから比較しなきゃいけない。だからそれができないのでその、ポテンシャルアウトカムっていうのは臨床統計学の概念なんですけども、集団をまあ、アンサンブルというか集団の中で解析することで、自分が治療した側であれば治療してない条件を予測するということをします。でその時にその正規分布というかガウス分布するということが前提になってるんですけど、これまた、ね、ガウス分布しないんですよ。病気の中にはしないものがいっぱいあるんですよ。だからあの目くじら立てて申し訳ないんですけど、ガウス分布するものはこれまで の, その、ランダム化比較対象試験仮説検証の仕組みで非常にきれいに、整理できるというふうに思います。でちょっとだけあの理論ばっかりやると疲れるのでちょっとヨタ話で、あの、最近こう話題になっているのは2週間前にサイエンス誌に出たアルツハイマーの、論文の捏造 で, でこれはあのアミロイド β スター56というあのこれが初めてこの実験的に、神経に対する毒性を持ったアミロイドの, あの分子であるというのが、まあ、2006年ぐらいだと思うんですけど論文が出てるんですが、なんと16年間この、捏造が騙し続けて膨大な研究費がこれから出て、だけど再現性がないことは皆さん知ってるのに2300回も学術論文に引用されという、まあ、悲劇的な状況になってるわけです。であのこれすっごいだから深刻で、あんまりあの僕はそのアミロイドの仮説を批判する立場にはないんですけれども、で僕自身はその専門家ではないからアミロイドが、アルツハイマーにどういう意味があるかを正確にその解釈できる力はないんですけれども、アミロイドを標的としたあの医薬品の臨床試験というのはほとんどいい結果が出てないんです。で今そのただゼロではないです。エーザイとバイオジェンさんがやってる薬は効果が出てるんですけども、本当かなっていうあのところが、まあ、やっぱり皆さん思ってるわけです。でこのサイエンスの論文にすごい大事なことが書いてあって、その仮説をメインにするサイエンスはアミロイドがアルツハイマーの原因だ、アミロイドだけ見てればアルツハイマーは分かるんだという人たちが集まって研究のこう世界のグループができるわけですよね。でそうするとその人はそれ以外が原因だと困るから、ここに書いてあるんですよ、免疫機能の障害とか炎症とか他のアルツハイマーの病因の原因と考えられている研究が
これ僕が書いたんじゃないですか。サイエンス、アミロイドマフィアによって脇役にされちゃった。だからあのでもこれってね、あの悪いやなんとなくでも分かるでしょ。皆さんだって自分の仮説があって、自分と同じ仮説の研究者がいっぱいいたら、なんか自分と違う仮説の人はちょっとまああの脇に置いときたい、悪気がなくてもこうなっちゃう。でそれが結果として大事なその仮説を、隠してしまう可能性があって、じゃあ本当のアルツハイマーは何かっていうと、今あのスタンフォードから論文が出て、すごいあの論文はヘルペスが脳に入るのが認知症だという。それでなんとその脳内にはこの CD8 ポジティブ、これちょっと専門的で免疫 の, あの T エンブラというか、この、タイプの細胞が実はその、もう早期の MCI というのはマイルドコグニティブインペアメントといって、早期の認知症の方がもうこの、タイプの免疫細胞が増えていて、これ脳内もそうなんですけど増えていて、でこれがなんとそのヘルペスウイルスに応答する細胞 でおそらくそのこの仮説に立てば、あのニューロンが死ぬ原因はアミロイドではなくて炎症側にあって、むしろアミロイドは抗ウイルス作用として発現しているんじゃないかという説明があります。でこれが正しいっていうわけじゃないですよ。これ すっごい違うでしょ、アミロイド仮説と。だからあのこれがまあ生物学が面白いところですよね。面白いけどなんかそうなんですよ。だからこれある種の限界も感じますよね、こういう仮説駆動で生命を見るっていうことのあのことが、まあ、限界を感じます。ちなみにこのアポ E4 っていうのもね、アポ E が2なのか3なのか4なのかでアルツハイマーになりやすいかどうかがすごい決まるんですけど、4の人はアルツハイマーになりやすいんですよ。でこの4の人はヘルペスウイルスが脳内に入りやすいんです。あのだからそういう説明をで、その説明だから本当かどうかを確かめるにはすごく大変な作業が必要で、ちなみに、今日リファレンスは入れてないですけども、ヘルペスに対する抗ウイルス作用、治療を受けた人は認知症の発症が優位に下がるという臨床試験がデータ出てるので、最近はちょっとお年の方はもしかしたらワクチンを打ち、ちょっと危なければしっかり治療、特に4を持ってる方はだと思います。まあ、皆さんそのシークエンスしてないからですよ。ちなみに僕はあの自分のフルゲノムシークエンスをしてるのでアップ E 知ってるんですけど、僕はアップ E3 なんで、あの4じゃないのであのセーフです大丈夫です。あの、まあ、あのこれがそのダイナミズムであり、なんとなく皆さんちょっと感じてもらう限界だというふうに思ってください。ということで、その全然違う機械学習が突然こうスーパースターのように、まあ、2000年から出てきたっていうのが、このフィフスパラダイムです。それで、理論は何かっていうと、例えばその類似性とか情報幾何学とかこの理論ははめられると思うんですけども、まあ、多次元のデータからむしろそのパターンとして、対象を理解しようとしているというのが、機械学習の一つの大きな流れで、かなり違いますよね。因果関係から現象を説明しようとしたのに対して、パターンを見つけてパターンから予測していくというのがこの機械学習による理解なんです。でまたこれくだらない例で申し訳ないんですけど、あのちなみに私はあの横浜市の青葉区のちょっと個人情報なんでどこかは教えないんですけど、このどこかに住んでるんですけど、であの慶応義塾は信濃町にあって、で僕はですねこの朝気持ちいいから青山一丁目から信濃町に結構20分ぐらいなんですけど歩いてるんですよ。であの帰りも歩くんですよ。で帰り歩くと結構疲れてるんですよね。で青山一丁目で電車乗るんですよ。で、ね、これ面白いことに表参道渋谷で降りる、これから遊びに行くぞっていう人と帰りにでもお家に帰りますっていう人が電車に乗ってるわけです、この中で。で僕はものすごい確率で、表参道と渋谷に降りる人を識別できるので、その前に立てば座れますよ帰るんですよ、帰るときに。いやすごいですよ、ここの当たる確率は。あの僕さん一緒に隣に乗ったのでいやそれで僕はあのうろついたりしないんですよ。もうさすがに格好悪いから扉入ったら左右だけ見て、あ、でこの時の予測って因果じゃないですよね。だからその渋谷に行くには渋谷に行く理由を一人一人の方持ってられると思うんですけど、あの僕はそうじゃなくて、まあそのちょっとお化粧の具合とか、なんかこれから遊びに行くぞっていうオーラが見えるからあのこうだったけど、だからこれがまあある種その機械学習の本質的なものなのかなというふうにちょっと思っていただいたらいいかなと思います。であのもう一つの特徴は、その自然言語に依存しないで対象を識別していると思っていただいたらいいと思うんですよね。で、あの先ほど自然言語で分けるときはタイプ、類型って言いましたけど、あの言語を使わないで分ける場合は一応状態というふうに我々使い分けています。で、そのセンサーがいっぱい出てきたので、センサーデータを使って、まあ、すごいその多次元の、状態ベクトルっていうのは定義できます。
でもこれは何も意味しているわけではなくて、このベクトルからその特徴選択をしたり特徴の重み付けをすることで、ある種のその状態分布を知ることができて、その状態分布から状態の遷移を予測するということが可能になります。で、これはもう皆さんあんまりよく知っているので、これはまあむしろ僕のところで石川先生なんかがすごく理研時代一生懸命されたことで少し分かってきたことなんですけど、どうしてもそのデータ解析の場合の標本数と次元の関係ってすごく重要で、標本数が少ないのに次元が異常に高いと科学種って言いますか、間違ったその、予測アルゴリズムを作っちゃうので、まあ、そのそれぞれいい、その識別のためのアルゴリズムってのを選ばなきゃいけないっていう問題があります。でこれはなんとなくサイエンスというよりはそういう医療データをいっぱい解析している人、うちで言えば石川先生なんかいっぱい解析してるわけですけど、ノウハウの中からどれ使ったらいいかなみたいなことがまあ見えてくるかな。ですごく大雑把に言えば今言われているのは連続データ、つまり、画像だとか動画だとか、あるいはその心電図のように連続データはニューラルネットワークはいいけれども、テーブルのような形で表現される離散データの場合は血滴の方がいいんじゃないかという意見が最近多いです。だからこのあたりはその選ぶということが出ます。で結局その、何か予測したい Y があるわけで、それをその簡単に取得できるデータから Y イコール FX のこの F を求めるというのが機械学習だというふうに思います。で一つだけね、医学かもしれないですけど、これ石川先生と川上先生が理研でされた仕事ですごいインプレッシブなので少しご紹介するんですけど、卵巣がんというがんは、お腹を開けて、で婦人科の先生がその腫瘍がどれぐらい広がってるかを目で見ることで、良性腫瘍か早期か終末期のがんかの識別をするわけです。で川上先生とか石川先生はいやそうじゃなくて血液検査で見ないで予測できないかっていう問いを立てたわけです。でその幸い手術の前の日は普通みんな普通の血液検査をするので、普通の血液検査をのデータを使ってこのランダムフォレストという手法で、それぞれの患者さん334人が近いかどうか、このランダムフォレストの距離の情報に置き換わるので、だからその近い人は近いところに分布し、違ってる人は遠くに分布するという方法で、その状態の分布を見るとこの三角形の中に分布するということがまず分かりました。でその後、臨床先生がお腹を開けて診断した結果とこの分布の関係を調べたんですね。そうすると良性腫瘍は左側に主として分布して、で終末期のがんは右側に分布しました。おすごいじゃん、これ良性と終末期でも早期がんはベタッと全部広がっちゃったんですよ。あんまりいい分け方できなかったねと思ったんですけど、よく見るとこの早期がんの中には、再発しない人とする人がいるんですけど、これどんな名医も区別できないんですが、再発する人は左側で再発しない人は右側ということで、この三角形はなんとなく右側は重症化し死に至るような卵巣がんで、左側は割と大丈夫な卵巣がんというなんか非常に高次な現象がこの三角形の中に、反映されているということが、分かったというのが一つのこの機械学習です。ただこれの最大の欠点はメカニズムがないんですよ。これは石川先生も同じ議論をしていると思うんですけど、従来の卵巣がんのドメイン知識がここにほとんど入ってないので、ドメイン知識とすごくこう浮いた形でこういう予測アルゴリズムが存在しちゃうということになります。で同じことはこれまだその論文が出てないので、こう石川先生一生懸命頑張ってると思うんですけど、その感染した後に、コロナが重症化するかしないかを予測するっていう、こうデータを使って予測するっていうのは、細かく言うと怒られちゃうんで、すごくうまくはいってると思います。石川先生すごい頑張っていい結果出されてて、特にこれって感染初期はみんな割と重症じゃないんですよね。でだからそれが死に至るほど重症になるのか大丈夫なのかってすごい割と正確に予測できちゃうんですよ。いやこれってね、因果でやろうとするってね、すっごいいっぱいいろんなことがあって、多分因果関係をこう付き合わせても、例えば自然免疫、獲得免疫、ワクチン打った打ってない、交差免疫、あるいは粘膜免疫、下手するとビタミン D があるかどうか、火に当たってるかとか、もうキリがないぐらいあるので、これで予測できない。だからそういう意味では機械学習は非常にこういう予測には有効なんです。それディープマインドのアルファフォールドでタンパクの立体構造を見やるときに、水の中の水洼とかなんかその因果関係でやるとめっちゃ大変じゃないですか。その通りです。でもそこをぶっ飛んでやると意外とうまくいくっていうのは近い。その通りなんです。その通りです。だから後でちょうど茂木さんもその議論をされてたんで、ちょっとデータ持ってきてます。まさにその通りだと思うんですよ。
で、うん、あのでもう一つだけね、ここにちょっと付け加えておくとする、じゃあディープラーニング完璧かっていうと、そもそもそのデータが不完全だったり計測が不完全だとうまくいかないし、で特徴選択っていうのがいろんな特徴選択の可能性があって、どの特徴選択が一番いいかは使ってみないと分かんないはずなんですよ。演繹できないはずなんですよ、まあ、ある程度は多分その生物の知識から、であとその重み付けの問題に関しても何が最適解かっていうのは必ずしも分からない。だから、そこでその機械学習を出してきたアルゴリズムがどれくらい再現性があるかってことについては、やっぱり今その臨床の現場ではクエスチョンがあります。一つだけ代表例を言うとすると、例えばそのファンクショナル MRI の、企業によって機種が違うだけで実はその再現性がすごく制限されるケースが報告されています。ですから、あのもっとインプルーブしなきゃいけないですね。でもっとインプルーブしたのは今その茂木さんがおっしゃったアルファフォールド2なんですよね。その話にちょっと行かなきゃいけない。でそうするとアルファフォールド2は実はその、こっちじゃないですけどね、ちょっとそのでこっちの青と緑がね、なんか見事に統合しているところがあって、それもちょうど茂木さん言っていただいたので紹介させてください。そうする、はい、どうぞお願いします。まあまあ、MDS 使っても、その割とその高次元のデータを落とすときに、その病気の場合って、例えば低重度に来やすいとかいうことはあるか。だからそこまでね、今、その病気ってものすごくあるにかかわらず、病気の検査データに関する結果ってすごく多くないので、まだその今で一般化できるレベルにはちょっとないです、その会社が何度でもできると思います。ちょっと質問に、まあまあ、最初におっしゃられてた、その因果ですって見るっていうのは、結構低次元に落ちることが効果になっていて、そうです。だからこれはその例えば病気がね、このマクロに、まあ、いろんな機能障害があって、健康の場合は高次元なんだけど、あるものがどんどん肥大化してなったものが病気だとすると、低次元に落ちることが、まあ、病気だって定義にしまできるかもしれない。おっしゃる通りです。だから逆にその一般的な仮説として考えれば、今池上先生がおっしゃった通りで、そのいろんな疾患のある状態、ある状態から状態に変わる部分は、実は非常にシンプルな低次元の単純な因果によって状態遷移が記述できる場所はいっぱいあるはずなんですよ。だからそのつまり、非常に多数の因子を考慮しなきゃいけないケースが全部あるというふうに言っちゃうと、まあ、大きな間違いで過去の生命科学との矛盾が出てくるので、もう先生のおっしゃる通りです。そこに関して、あでも僕は言ったのは、うん、高次元の時が健康ってことで、低次元が病気だってことかっていう意味です。なるほど。いやそれはね、必ずしもそう言い切れないところがあって、もしかしたらその単遺伝子疾患のように、例えばハンチントン病のように CAG リピートで起こるような場合は非常にシンプルなメカニズムでいくから、病気を健康極めて複雑だけど、生活習慣病になると、あとでちょっと石川先生のデータも石川先生紹介されたかもしれない、紹介するんですけど、そうすると結構複雑に見えるケースがあって、だからその生活習慣病なんかに関してはむしろ複雑 でその遺伝難病なんかはシンプルな形で表現できる可能性があります。まあ、あえてそういうふうに、白黒つけるとしたらそういう説明が可能かな。で健康はやっぱり対応です、おっしゃるとおりです、うん、じゃあ次ちょっと行かせていただきます。でその、まあ、あえて言うとそのアルファフォールド2のような形で健康や病気をその統合できないかっていうのは僕らの一つの夢になります。でそれが、理論1というふうに書かせていただきました。で、まさに今茂木さんおっしゃったように、その今までタンパク質の立体構造というのは、神戸のスパコンを使って量子化学計算とか分子動力学計算を使って、工事構造を予測するということをしていました。で原子を配置して原子に働くその、化学結合力とか分子間力とか静電気力っていうのをある種そのニュートン の放運動方程式に落として、でまあ、計算するということをしてきたんですけど、あまりにも自由度があるために、あとその非線形の相互作用は当然この作用の中には考慮しなきゃいけないので、頑張ってるんですけどあまり予測ができないわけです。でそれでそれに対して、このアルファフォールド2は、17万種のタンパク質の立体構造を、解明されてるんですけど、これを使ってこのアミノ酸配列を入力にタンパク質の立体構造を出力として学習させることで、ものすごい予測精度ができて、しかも計算量がスパコンと比べるとはるかに少なくて、まあ、原子レベルの誤差しかないという、まあ、それぐらいのこう精度に持ってきたという現象があって、これ日本の文科省にとっても切実な問題で、日本がこれオープンデータですかね、17種やろうと思えば日本人できたはずですけど、さすが Google ディープマインドで圧倒的で、これがすごいところは、
あのディープでポンじゃないんですよ。ディープでポンって言って言い方ちょっと失礼なんですけど、ディープマインドしたらみたいな。これだからあの深層学習 の、 その、競争を見てるんですけど、そのアルファフォールドって圧倒的な予測精度じゃないですか。でそれは、そのニュートンの動力学とか水の問題っていうか物理学の、原理は一切入ってないんですよ、これ予測するときに。だけどドメイン知識は入れてるんですよ。だからその、2つあのアライメントってやってる方はタンパク質の似てる領域をアミノ酸配列に似てるからこのアライメントするっていう場所と、それから立体構造の、制約があるかどうかっていうこの2つの観点を、ある種その、これ分子進化ですから、そのいろんな試行錯誤をさせながら最適なものを選んでくるという、プロセスで、構造を予測するという形を行っています。で正確に言っておくと、僕は立体構造の専門家ではないので、非常にこの奥深い深部のところのところを理解しているとは必ずしも言えないけれども、僕から見るとですね、その外からの人から見ると非常に精密機械のように、なんていうのかな、そのディープラーニングとドメイン知識を組み合わせて予測精度を上げているというところが感じ取られるので、感じ取られて申し訳ないですね、非常に、重要なこのアプローチだと思います。でそうすると、このこと今日前半の議論で僕、ドメイン知識って因果だよね、因果っていいんだけどなんか限界あるよね、でパターン識別、これすごいパワーあるけどパターン識別も本当に再現性あるか不安だよね、じゃあそのドメイン知識とパターン識別をどうやって統合していくのか、病気の面 で多分それが次の生物の問いかなというふうに思います。でそうするとこれでまあその問いが整理されていると思うんですけども、結局僕らがずっと経験しているのはミクロとマクロの関係を知りたいと思っているわけですね。で物理学であれば、分子の運動とそれからそのマクロですよね。で僕はあの高校生ぐらいの時に手が濡れてるっていう、こう濡れてるってことと H2O の関係がえらくそこに溝があって、なんかベタッとする感触と H2O だから、そのミクロとマクロって結構大きなこう飛躍があるんですよね。で生命科学も遺伝子とか分子メカニズムとかそういうミクロと、それから形質フェノタイプと言われる病気のフェノタイプというマクロとの関係をずっと探ってきて、でドメイン知識というのはここは因果関係、つまり1対1の関係で説明できるものが中心だったわけです。でいずれにしてもミクロとマクロはずっと、複雑系であれ因果であれこの関係だったというふうに整理をできます。で最後僕らはどこにたどり着きたいかって言ったら、それはやっぱり時間発展速が知りたい、ある状態を見たらその状態はどこに向かっていくのかを知りたい、だからこれが僕の生命科学者としての最後のゴールなので、時間発展速を知りたい。でじゃあ時間発展速を物理側から見ると3つぐらい違うカテゴリーがあって、閉鎖系で時間発展を考える人があれば平行開放系と非平行開放系がまあ、あるという形になると思います。だから同じように、病気の発症の予測っていうのはこの3つのどれかで考えていく必要があるだろうというふうに思います。でこれはあまりにプリミティブではあるんですけど、一応メカニズムじゃ時間発展速は予測できないよ、特に非線形性があればと当たり前のことを書いてあるだけで、さっきの絵と違ってバイオフィンマティクスの絵と違ってその、構成要素というのは相互作用しているから、これ非線形の関係があります。である入力があったときに状態が変わったとしたら、この入力に当たるものは、ある種の状態遷移行列で表現できると思います。で還元論というのはこの非常に複雑なものを部分に分けて、部分の時間の変化 と、全体の変化を、部分から予測したい。だからここで言えば小行列の2乗、小行列をバラバラに2乗したものと全体の2乗が一致するんであれば還元できるということになるんですけども、でこれが成り立つのはその対角化できるときだけなので、ただ対角化ということは相互作用がないということですね、行列式の中で。だから相互作用がない条件であれば、部分の時間変化と全体の変化は、統合することができる。だから線形近似ができる。実際には相互作用を非常にしていれば予測できない。でこれは先ほど池上先生がおっしゃった通りで、その現象の中でこの線形近似できるものは線形で解けるし、そうでないものは解けないということになります。でこれはだから今の生物学というのはそういうことを識別しながら解いていこうとしているというふうに思います。でもう一つだからこれがそのだからある種因果をずっと勉強しては学習してもどうしても予測できないということの、ここ限界を非常に単純に示した絵になります。で2番目のモデルで、これは平行開放系モデル でこれは
まあ、データがあったときに、どういうふうにその時間発展を予測するかっていうのは、これワディントンの絵がすごく分かりやすいと思うんですけども、ワディントンはこのエネルギーランドスケープの絵の中で、状態の推移を表現しました。だからこれは、平行開放系なんで安定した状態だけを、まあ観察する。だから、不安定な状態は見なかったことにする。見なかったことにするけど、まあ、とりあえずその安定状態だけ。そうすると A という状態が決まれば A は B と C になる可能性がありますよと。で、H とか J にはなりませんよと。つまり、このモデルっていうのはまず現状態をちゃんと識別して、でこの現状態がどういう状態になり得るかというその自由度の制約を知り、でそれぞれ B と C が決まったら B と C にどういう確率で状態遷移をするかという形で、モデル化するというのが医学の場合はすごく重要になります。で目の前に患者さんがいらっしゃった時にこの人は重症化するかしないか、どういう治療をすれば治るかということを知りたいので、まずその現状態、これが診断ということの多分本質だというふうに思います。ただ診断からこれだけ正確に予測することがまあできているわけではなくて、ここを深めていかなきゃいけないというのが今の現状というふうになります。それで、まずですね、そのネットワークから状態を分けるっていうのが今すごく流行りです。流行りです。で、その遺伝学は、フェノタイプと遺伝子が1対1の関係で、まあ、こういうのはないわけじゃない、単純な関係がある。でシステムバイオロジーの時代はどっちかっていうとこの一方向、バイオインフォマティクス一方向の形で因果としてネットワークを、まあ、整理していくのがある。で今の時代になるとネットワークのダイナミズムがすごく重要になってくる。だから今の私たちの肝臓の細胞の状態と、でこの後ビールを飲んだ時の肝臓の状態のネットワークは変わるじゃないですか。だから大事なのはネットワークがどう変わるかということになってくるわけで、じゃあこのネットワークが状態を代替して教えてくれるんだっていう見方は生物学に今ものすごく流行りです。でそれでその一つとして非不知行列因子分解っていうその機械学習の方法が線形分解するんです。これもう2018年にトレンディジェネティクスで紹介されて創設の中にあるんですけども、今その細胞っていうのは遺伝子発現がもう RNA-seq で何万というものが発現が非常に正確に測れます。ただこれ膨大にあるのでこれを使ってがん細胞を識別しようと思っても簡単に識別できないんですよ。還元しちゃうから。だからあるがん遺伝子に関係するところだけ見ればなんか、まあ、識別できたように見えるんだけど全部のデータを使ってないって問題があって、じゃあっていうことで、この遺伝子発現のプロファイルから構成し得るネットワークというものを、アルゴリズムの中に組み込んで、それがこの R に当たる部分ですけど、だから発現データを一旦そのネットワークのパターンに分解してネットワークとがんの種類の関係を関係づけるという形でこの非不知行列因子分解という形で、その予測しようとしています。でこれはもっとすごくてちょっとまあ、セルに出てる解析法ですけど、彼らはその407種類のマスター制御因子、さっきちょっと iPS の話が出たと思うんですけど、その状態遷移を決めるのに転写因子が鍵ですから、がんの中で働く407種類のマスター遺伝子を同定することでがん細胞を100ぐらいの状態に識別するってことをしています。だから言い換えると今日その状態が大事だって話をしましたけど、ドメイン知識からはこういうふうにネットワークの違いから状態を識別するということが一つのこう流行りっていうか方向になっています。でこれはまあ ロジカルに非常に妥当ですよね。ネットワークの構造から状態で、これに対して機械学習はその、同じです。いっぱいデータを取って特徴選択と重み付けを使って状態空間の中にそれぞれの状態を配置するという方法を、取っています。で次に紹介するのがすみません石川先生 のお仕事で、これ、まあ、すごい僕はインプレッシブなんで紹介させていただくんですけども、ちなみにこれは僕は一切噛んでないので石川先生の純粋な彼のオリジナルのアイデアなんですけども、機械学習の一つとしてそのイジングモデルというものを彼は導入して、30万人の検診データから10種類の、まあ項目を、日化しています。だから例えば空腹時の血糖が高いか低いかみたいな形でこのデータをまず、前処理をします。だから日化して10種類の、変数を見ているから2の10乗で理論的には1024通りの異なる状態が存在するはずなんですけども、このイジングモデルを使って、イジングモデルって機械学習とよく似てて、
同じように変動している変数があったら、ある種その重み付けとか特徴選択が行われていると思っていただいたらいいと思います。詳しくは後で石川先生に聞いていただきたいと思うんですけども、そうすると彼がその30万人を見ると安定した状態は9の安定状態しかないっていうのを見つけてるわけなんですよ。でこの9つの安定状態でね、これが分かるとちょっと細かくて申し訳ないんですけど、これ僕は結構感激したんですけど、このペーシェント1はずっと健康にいた間に突然糖尿病になり、で糖尿病になってから肥満と高血圧になったという患者さんもいれば、この患者さんは健康と肥満、健康行ったり来たりしているうちに、肥満、高血圧、糖尿病全部来たっていう人がいる。でこの人はお酒好きなんでしょうね。だから肝機能障害と肥満と肝機能障害がない肥満と行ったり来たりしてお酒やめたりどうかして、で突然かなり重症の糖尿病になる。だからそのトラジェクトリーがこう見えてくるわけで、これさっきのワディントンの絵がこの石川さんのこの定量的な、石川先生の定量的なモデルによって予測することができて、そうするとこれって糖尿病ってすごいみんな頭ですごい単純に思ってたのが、意外と糖尿病になるってすごい多様なんだなっていうのがまず分かって、でそうするとペーシェント1を治すにはどうしたらいいかと、ペーシェント2はもしかしたら違うかもしれないんですね。だからその血糖値が高いから糖尿病って概念は非常に普遍的だけど、実際患者さんを見るとこんな風に普遍、ごめんなさい、多様性があるという問題を、機械学習が教えてくれて、まあ、これとまあそのドメイン知識をどう結合するかっていう話になってきます。でそれがここで、でこれを書くと桜さんこれ理論って書きます桜さんっていうふうに多分言われそうなんで、ちょっと前置きをしといたんですけど、それは簡単なこと言うんですよ。理論の桜田セオリー1って書いてあるからちょっと恥ずかしいんで、その最初に前置きしたんですけど、そのドメイン知識から状態識別しようと思ったらネットワークの構造でこう絵を描くわけじゃないですか。でそれに対して機械学習は特徴量を使って識別するわけだから、そうするとその2つの状態の間には当然ある種の関係が存在していいはずじゃないですか。これはそう思いません？ネットワークで描く状態と特徴量の状態だから、そうするとドメイン知識とその機械学習に識別を連結しようと思ったら、たった簡単なこの関係性をつなぐだけでできちゃうってことになるわけですよ。でそれ桜田さんセオリーってだから、でただねこれみんなちょっとここ躊躇するでしょ、これどう質問したらいいのかと、コメントしたで、いや直感では分かる、でもこれ定量化されてないで仕方がないので、僕はあんまり好きじゃないんですけど、その検論を入れると一応その関係性をその定式化することができます。で検論の時間あんまりかけたくないので、そもそも生物の状態変化が検なのかどうかっていうことがすごい鍵なんですけど、検であるためには合成率、結合率、高等者っていうのは成り立たなきゃいけないんですよ。でここが一番鍵なので、ここ説明します。でここは異論があった。でまず簡単な方から、でこの X から Y を経て Z に行くところが、この合成できるっていう考え方は、健康から肥満、それから肥満と糖尿病で、肥満と糖尿病から肝機能障害っていう関係は、これは合成率、結合率が非常にきれいに成り立ちます、簡単に。で問題はね、細胞の分化なんですよ。 ES 細胞から肝陽系っていうのはどっちかというと筋肉とか皮膚の幹細胞ですね。でそこから繊維が細胞で、肝陽系から筋肉の細胞、ここまではいいんですけど、繊維が細胞から筋肉の矢印がこう苦しいんですよ。でだからね、これ僕はそのやってた初期化転写因子を導入するトランスディファレンシエーションっていうのを入れると Z から W っていうのが成り立つので、だからこれはまあ今後議論する件で説明できるかどうか、生命の状態変化、これは議論だけど、僕は一応できると。であと高等者はさっき言った通りで、肝臓の細胞が今の状態、これからビールを飲んでちょっと変わります、で明日また元に戻ります、だから平行状態でその入力があっても変化しないで元に戻るっていう状態があるから、高等者になるんじゃないかというふうに説明できます。でそうするとこれ形式ですごく申し訳ないんですけど、その、ネットワークの側の件というのは、まずそのシグマっていうのを、その入力の集合と考えます。だから入力があることでネットワークは変わるから、入力の集合、有限集合と考えます。で動的なシステム、これはだから機械学習側に関しては、ある種の離散時間、ある時点から時点に、状態が推移するから離散時間を、集合と考えます。
でこちら側 そのシステム側はシステムのネットワークの構造にいろんな構造があるものを、対象の集合とします。でこっち側はシステムの状態という対象の集合を考えます。でそうすると、県は、このシグマと C の関係ですから、その入力によってネットワーク構造がある状態からある状態に変わるというネットワーク構造変換関数というのが社になります。で逆にこっち側は、システムの状態が時間に伴って周囲その変化するわけですから、ここでの関数つまり社は時間発展速というふうになります。だからこういうふうに一応その社を定義することができます。でこれつまらないんでもうさっさと終えたいんですけど、でこれにさらに随伴監視というものを概念入れると、ネットワークの件とかネットワークの件とそれから状態の件を一応そのロジカルにつなぐことができる。でね、検論って形式だから何か新しい発見をしてくれるものでは僕はないと思ってるんですよ。あくまで形式としてこの2つの異なる、ものの見方だから、状態というのをネットワークから見る人もいれば特徴量から見る人がいて、それがお互いに関係しているということを、ある種の形式で説明できるんじゃないか。そうするとこれが形式が進めば研究者間でデータ統合が進んで理解が進むんじゃないかということ で問題はここが一番大事なところで、そうすると今のこれまでの科学はフェノタイプっていうのは自然言語を使って対象を識別してきました。でフェノタイプとジェノタイプの関係を知りたい、遺伝子とフェノタイプの関係を知りたいというふうにして、問題を解いてきました。でそれに対して今度はネットワーク構造によって、その対象を識別するというのがこのドメイン知識の中から出てきて、でもう一つの識別はその特徴量を使った状態識別、これは、マクロで見てるものですけど、こういう状態識別があって、この、3つの関係が、きちんと整理されたならば、遺伝子の影響等も含めて非常に正確な議論ができるだろうというふうに考えています。でちょっとここはまだ時間大丈夫です。そのカテゴリーを入れるのはやっぱりですか、最初なんか自然言語でよってなんかいろいろ記述っていうのはちょっと言語依存だし大変だっていう、そのこういう構造、だから確かにカテゴリー論っていうふうに定理がない形式、数学的フォーマリズムってことで有名なんですけど、ただそのコンピューターによる自動処理とかにはすごく相性いいから、そういうことなんですよ。その準備って考える、その通りですよ。だからもう単なるツールで、いやもともと僕数学者じゃないんで検論を検論として議論する力はないんで、あくまで計算するツールとして検論を想定したらプログラム作れるんじゃないですかみたいな話だと思ってください。ここで言うのそういう形で、だからこの関係性を定量的につないでいく上で検が使えるんじゃないかということになります。でもうちょっとだけ細かく言うとするとね、状態が非常にそれでね、最後のゴールは標準的な状態識別っていうのが分かっちゃえば、これだからすごく推論しやすくなるわけですよ。だから糖尿病には正確にこの状態がありますと、世界中どこで測っても9つの状態ですと分かると糖尿病の分析すごく分かりやすくなるわけです。だから最終的なゴールは個々でやるというよりは標準化していくわけ でそれは人間という秩序が持っている限りは何か制約があるはずで、その制約の中で、この状態を知りたいというふうに思っています。で状態が分かれたら、今そのゲノムの状態はその混合物でゲノムの影響を見ているので、その状態に対する遺伝子 その影響とかエピジェネティクスの影響とかを状態ごとに見ればもっと精度よく遺伝子の問題解けるので、今日あまり重要じゃないんでここはちょっと、忘れてもらってもいいんですけど、こういう考え方もあります。で今日の大事なのはこう最後の理論の2番目なので、ここちょっと気合い入れていきたいと思います。ちょっといいですかね、こっち側に行って。とりあえず理論1はあんまり、面白い話じゃなかったかもしれないけど、アルファフォールド2のようにドメイン知識と機械学習を統合するということはまず行わなきゃいけないだろうということでご理解いただければというふうに思います。で次その平行熱力学の話をここからしたいと思います。でここで第3的に6パラダイムという、つまりそのパターン識別とドメインの知識因果と、自然の原理である熱力学をこう加えた推論ということを、考えたいというふうに整理しています。じゃあその6番目のパラダイムってそもそも何なのかって考えたら、ドメイン知識ってのは因果関係で仮説駆動型だとこう申し上げました。で、状態識別というのはパターン識別でデータ駆動型だと。で現実は生まれてから死ぬまで不可逆で、
あの今のサグラダが15歳に戻ることはないし、でまあ、高い層問題も考えなきゃいけないし、個体感相互作用も見なきゃいけないし、僕のものの考え方っていうのは僕は茂木さんにものすごく影響を受けて、茂木さんソニーにいなければ今の考え方って僕生まれてないと思うんですけど、やっぱその相互関係ってすごく影響があるんですよ。でだからここら辺の問題がじゃあどれぐらいこの2つのモデルに入ってるかっていうとすると、特にそのどちらにも入ってないのが時間の不可逆性という問題がパターン識別にも因果関係にも入ってないので、正確な意味の時間発展速が求まらないんじゃないかっていうのが問いなんですね。でこれ先ほども言いましたけど、そのマクロの力学の不可逆性とミクロの力学における可逆性が物理だとボルツマンの統計学でこう結びつけられてるわけですけど、そういうものもないと今の段階では生物にはボルツマンの統計学的解釈もそうです。ということでじゃあ何を入れなきゃいけないのかっていうので、いや僕別にその量子科学を入れたいわけじゃなくて、その必ず多分その量子的な見方と熱力学がつながっていくと思うし、さっき若い人と議論してたので、ここが断絶してるとは思わないんですけども、少なくともそのニュートン力学から下に書いているのは時間的には可逆 でそれに対して生物の現象と熱力学っていうのは不可逆なわけですよね。だからそうするとこの、不可逆性というものを、入れ込まないといけないと、その推論の中に。でということで、その新しいその最後のモデルというのは、その理論というのは非平行の解放と熱力学というものを理論として、データとモデルを作っていかなきゃいけないというふうに考えたわけです。でこれまでのじゃあその、熱力学はどういう整理をしてたかっていうと、一つはその閉じた孤立系では時間とともにエントロピーが増大して熱平衡に達します。で一方その開いた系の場合は、周囲のエントロピーを増大させることで系のエントロピーを低く保ち、でこのエネルギーの不均等からこの秩序が形成できると説明をされます。ただこの説明だとどういうふうに時間発展するかが間違ってないんですよ。時間発展速が求まらない、僕はそう思ったんですけど、でそのプリゴジンは外部エネルギーによって弱く駆動される開放系の振る舞いをまあ予測できたと。ただその弱いその相互作用で外部環境に、まあ僕らのようにちゃんと接続されて外部エネルギーによって強く駆動される平行からかけ離れた系の挙動を予測するっていうことが、まあこれまでできなかったっていうのが熱力学の現状だと思うんですね。でそれに対してそのジャルジンスキーとクルックスがその非平行からすごく離れた場所での、その関係式をまあ発見したというふうに僕は言っていいと思うんですけども、それで、基本はそのこの後のプロセスはクルックスの陽動定理を使うんですけど、クルックスの陽動定理の中にジャルジンスキーの等式が組み込まれているので、一般にはジャルジンスキーは必ずクルックスの前にかかります。だから彼が発見した。でこの発見は、ここにあるようにその非平行、つまりある状態と状態が推移するときに、非平行のある状態を通して A から B に行くわけですね、初めから終わりに。でそこはいろんなパスウェイでこう揺らいでいくわけですけども、そこの平均値とからその2つ その状態間の熱力学の関係をまあ等式で示したというのがジャルジンスキーの、等式となります。そのベータは T の逆数です、温度の、逆数です。でクルックスの方はこれはちょっと全然違う解釈ができるんですけども、大事なのはこの、パイとパイスターがあると思うんですけど、これある方向と逆方向がスターなんですね。で、この式を僕が解釈すると、この外に熱を効率的に出すシステムであればあるだけその順方向に、その化学反応が進んでいくというふうにこの、式は教えてくれます。ですからこれはその分子シミュレーションにおける自由エネルギーの計算でよく使われていて、すでに2005年ぐらいに、まあ、姉ちゃんに論文あるんですけど証明されています。これは実際に、妥当であるということは証明されています。でただこれはあくまでそのミクロのレベルでの、関係式なんですね。でこれをシステムに拡張したのがこのイングランドの散逸適応で、まあ、構造は基本的に同じなんですけれども、そのドライバーが、仕事があって2つのパスウェイがあった時に、生物のシステムはどちらに行くかとより、熱量を外に出しやすい方向に生物が進み、そのことで不可逆性が進むというふうに
あの彼は整理をしています。で異論がないわけではないんだけども、この同じ式でその Q がここに来るので、この I から J に行くのと I から J に行くのと I から K に行くのと2つのパスウェイがあった時に、なぜ J に行くかというのは二酸化炭素です。で最終的に、この、止まらないよ。わかりました。ちょっと音がして申し訳ないですけど、結局、このイングランドの散逸適用は、より効率的に外部環境からエネルギーを吸収し、より多くのエネルギーを散逸する方向に生物が変化するというふうに彼は定式化していました。でこれを例え話にすると、まあ、当たり前なんですけど、ブランコに乗っている時にブランコの揺れと考えてブランコの揺れと膝の曲げ伸ばしのリズムっていうのは揃ってないとブランコってうまく揺れないですよね。だからそれがその、一つ の, その、エネルギーをうまく使って、シンクロナイズする方法なんですけども、彼のこのモデルというのは、ブランコの紐の長さが、この膝の折り曲げに合わせて変わるような、つまり両方に、自由度があるような形でこの変化が記述できるんじゃないかというふうに、まあ、説明をしています。それで、この中から彼はその科学進化というものを一応定式化します。でそれは、このネイチャーのナノテクノロジーに、まあ、科学進化をこれ説明をしています。でこの一つの発展の流れは、これ例えば東大であれば佐川先生なんかが情報熱力学されていると思うんですけども、今皆さんその古典コンピューターがあって量子コンピューターがあって、実はその熱力学コンピューターっていうのはこう Google さんとか Microsoft も考えていて、これ今日の僕の課題と全く関係ないんですけども、今のその熱力学の理論は熱力学コンピューターの方に適用しようという一つの大きな流れが出てきています。でこのことで、電気代を使わないコンピューティングができるんじゃないかという流れがあります。それはただ僕のテーマではなくて、私が興味あるのはむしろサーモダイナミックなインテリジェンス、人の脳は熱力学で駆動される知性だから、それは何かっていうことをまあ考えたいので、それをこれからちょっと残りでご紹介をさせていただきます。まだ大丈夫ね、時間は皆さんこう暑い中でありがとうございますあ、茂木さんのパワーいただいて、はい、でその最初の問いは生物は熱化学器官なのかっていう問いなんですよ。だから結局その、ジャルズインスキーもクルックスもジェレミー・イングランドも、そこで定式化しているのは生物というのが熱化学器官なんだっていう前提でのモデルですよね。で例えば植物は高エネルギーを持つ太陽から光を吸収して、それを使って糖分を作って低エネルギー、つまり赤外線を外に出します。動物も同じように高エネルギーを持つ植物とか動物を食べて低エネルギーの赤外線を出します。じゃあその間違いなくその生物というのは熱化学器官という面を持っているから、熱化学的に生命現象は記述されなきゃいけないんだけど、ただ熱化学器官という視点だけでは生命現象ってうまく理解できないと思いませんかっていうのはここで僕は言いたいことなんですよ。でなんでそれでここで僕が言いたいのは、生物は熱だけじゃなくて情報を交換してるでしょ。だからこの情報、だからさっきの情報コンピューターと違って情報を交換してるからこれだけコヒレントなプロセスが生まれるわけで、でその情報の受け手の応答を考慮したときに、まあ、情報って意味が付与されるんですけど、で動力学だとするとその、情報 の, その効果とか意味っていうのは状態の変化ですよね。だから僕が語ったことで皆さんの頭の考え方は変わらないと思うんですけど、変わったら、効果があったと。で今日聞いた後と前が全然変わってなければ僕の喋りは何の効果もなかった。だからその効果というのは初めてその定義することなんです。これ内部情報だから、ある K から別の K に情報が与えられたときに病 B の状態変化がしなかったら、この情報には効果がない、意味がないことになる。でその自己組織化のようなこうコヒーレントな過程っていうのは、その
部分間もそうだし階層間にしても情報の交換があるから熱だけではこれできないから情報の交換があるからこれだけ見事なものができるんでこの情報は従来の情報とは違って内部情報というふうにして、識別しようというのがこのアイデアです。で内部情報は、川端康成の映画が好きなんでよく出すんですけど、まあ、シャノンの情報理論もこれエントロピー使うからややこしいんですけどシャノンの情報理論っていうのは入出力モデルに情報を組み合わせてるから情報処理の概念情報の精度のことを語ってるどっちかというとこの上から見てるわけですねシステム感の情報だけど僕が今日語ってる内部情報っていうのはむしろあのこの川端康成の国境の長いトンネルを抜けると雪国であったという自分の視点でのものの見方で情報を定義しているわけで内部情報っていうのはそういう内部観測者視点だというふうに、整理をすることができるというふうに思います。でじゃあどういう内部情報があるかっていうのはここで整理を、しています。で一つはその細胞内のシグナル伝達というのは細胞外の情報と核が生成する内部情報核っていうのは転写因子がダイナミックに変わることで遺伝子発現を変えるわけですから、核っていうのは内部情報を生成します。でそれは細胞外と内部が非常にコヒーレントな関係があることで、ここに、ある種の、情報の関係が生じます。でもちろんその細胞間にも同じである細胞を定義した細胞外の情報と細胞が生成する内部情報これは核から外に出て細胞として何か分子を出すとしたらそれは内部情報になります。で環境になれば個体自身がさまざまな情報を出します。人間は喋りますけど、まあ、みんな喋るわけではなくてこういう形で、コミュニケーションつまり内部情報というのを定義することができます。で内部情報をこのように定義すると、内部情報をベースに熱力学の第二法則を拡張できるというふうに僕は整理をします。でなぜかというとここ一回あえて熱を除去します。だからそのドライバーとして外部情報を入れてで内部情報の散逸を、まあ、エネルギーに変えてこの Q というふうに定義をします。でもう一つ鍵は、これ、まあ、複雑系されている方はそのシステムを自発振動子として見るという視点は多分あると思うんですけどもあえてこの内部エネルギーとして自発振動子のところだけに、フォーカスします。だからこのシステムが自発振動しながら内部情報を散逸し自発振動しながら振動している外部情報を吸収するこれが一つのプロセスだというふうに整理をすることができれば熱力学の自由エネルギーを内部情報に拡張して、ここは異論があるところがあるかもしれないですけどヘルムホルツの自由エネルギーを F とすると自発振動つまり内部エネルギー引く C C は、同期で同期がすればするだけエントロピー上がっていって平行状態になっていくはずですからこの C とエントロピーにある種の関係が同期はあるはず でそうすると先ほどの、イングランドの式をこの内部情報に、適用するとしたら、まあ、同じ式がここで定式化できるだろうというふうになります。でそれをもうちょっと具体的に、表現すると ある生物が J に行くか K に行くかは何で決まるかというと外部情報をどれだけ効率的に吸収しどれだけ内部情報を外に発信するか外に出していく散逸するかということで、整理をされます。これさっき その熱力学のアナロジーなので大きな展開はないんですけれども、こういう形がドライバーとなって生物の変化っていうのは描けるんじゃないかと。繰り返しですけど生物というのは外から効率的にだから情報を吸収してで自分の内部情報を出す。そう言い換えれば聞き上手で話し上手というふうにあえて言うとするとつまりここの W ここのところは、聞く耳を持たないと外部情報入ってこないわけですから聞き上手でありで自分の内部情報を外に出すんだから人間である例え話をしてるんですけど話し上手みたいな方向に、変化するというふうに、整理することができます。で、まあ、これは妥当かどうかもちろん今後、検証されていかなきゃいけないんですけど、こう考えた瞬間にはたとこれじゃあかんやとすいません関西弁で思った理由はこうやってどんどんある方向に行くとね情報平衡つまり、外部と内部がすごい調和して、まあ、ある種アメーバー状態でここの人たちがもうみんなこうなんていうかな情報に関してある種の平衡状態の方に達したら多様性って生まれてこないじゃないですか。だからこのドライバーだけだと現在の生命現象ってのは書ききれないだろうというふうに思ったわけです。でそこに
この後具体例が出るんで、この抽象はもうちょっとで終わりなの でそうするとこの対称性の破れっていうことをここに想定すれば、今の、情報平衡を、オーバーカムできるだろうと。で、つまり今申し上げたんですけど、その外部情報、つまり外部情報とエネルギーを効率的に吸収して内部から情報とエネルギーを効率的に算出することをシステムが繰り返すと、システムの間に対称性が生まれちゃう。もう茂木さんの言うことはこうだってよく分かるし、サブラーの言うことはこうだとか、ずっといつも一緒に言ってたら、ある種のこの対称性が生まれちゃう。で、この対称性を破るのは、じゃあシステムの揺らぎだけなのかっていう次質問になってくるわけですよね。で、ここで、どういうものが対称性を破るのかっていうことを、まあ、次に考えたいということになるわけです。で、僕は、これを破るのが増殖なんだと。で、生物が増殖する。で、この例はこれを見ると一目瞭然だと思うんですけど、あの発生の8細胞期ってこう今こうこれ対称性が生まれたと思ってください。完全にその細胞が同じ状態。ところがこうコンパクションっていうか、コンパクトするとおしくらまんじゅうですよ。真ん中の人っておしくらまんじゅうすると暑いでしょ。外寒いじゃないですか、冬に。つまりここはオートクラインの分子しかないから、同じ対称な場所、状態空間がきれいに対称であれば、常に対称の状態を維持するんだけど、増殖をして内部と外部に空間的な非対称性が生まれたら、この分子の濃度が中の方が濃く外が薄くなっちゃうので、ここで非対称性が破れちゃいます。で、実際その結果ここである分子が外にこう分布するようになります。で、そうすると外と内側では、内側はこのインナーセルマスといって胎児になり、外側は胎盤になります。だからつまりこの増殖によって、外と内の、状態環境が変わることで対称性が破れて、で細胞が分化することでもう一回新しい対称性が生まれるわけですね。で、これが、インナーセルマスだし、外側が、あの外胚葉のものになるわけです。で、この対称性が生成されることで、また次の分化が生じて、また対称性が破れて、で結局発生っていうのはずっと対称性を破りながら、臓器ができた時に対称性が生成されて一旦止まるんだと思うんですよね。だからこういうふうに、対称性の破れをベースにして、ごめんなさい、最初に僕が言ったのはこの情報、内部情報のやり取りの話をしたと思うんで、ここでやり取りしているものは熱ではなくて情報です。あのおしくらまんじゅうって言いましたけど、おしくらまんじゅうって会話だと思ってください。で、これは進化においても同じで、その進化の状態っていうのは、捕食と被食の関係があるシンクロナイズする中にあれば安定な状態にあるはずなんですけれども、ちょっとダメなあの捕食者側があって、過剰に増えてしまうと、このシンクロナイゼーションが壊れて、もしかしたらこれは増えたことで、こちらが減ってしまうので、まあ、どちらも絶滅するかもしれないんですけど、まあ、あのこの捕食側が絶滅すると仮定して、でこの減った時に例えば捕食が食べられないように種が分化したとしたら、ここからもう一回新しいあのシンクロナイゼーションが生まれてくる。だからダーウィンが見ているのはここの、シンクロナイズが外れた時の状況を見ているわけですね。だけど進化の中で必ずしもここばっかりがあるわけじゃなくて、本来は多くはそのある平衡状態、つまり対称性が維持されている状態と対称性が破れた状態があって、繰り返しするダーウィンが見ているのが対称性が破れたところで、で生物はどんどん増殖したいと思っている。これは僕ダーウィンが言う中で納得できないところですけど、本当の生物はシンクロナイズしなきゃいけないから、ちゃんと情報があったとしたら、いや増えちゃったら死んじゃうもん、結局は自分は過剰で、今人間見てたら分かると思うんですけど、だから本来の生物は増えようとしているというよりはむしろシンクロナイズし、増えようという生物が出た瞬間に種の文化が生まれるから、だからダーウィンの言ってることと同じなのかもしれないけど、あの彼は種の文化を語りたかったわけだから、まあ、そういうふうにあの整理できるかなと思います。でようやくあの最後の意識のところに入るんですけども、今の意識の問題をその熱力学の、情報の、理論とそれから対称性の破れで説明するときに必要な道具立てとして、この予測符号化モデルっていうのがあります。で予測符号化モデルっていうのはあのヘルムホルツ自身が知覚というのは無意識の推論であるというのが一番最初にあの言った例だそうです。
それでその環境状態というのは直接知ることができないので、まあ、感覚信号によって推論するわけですけれども、その環境の隠れ状態から感覚信号がどんなふうに生成するのかというそのモデル、だから生物というのは、感覚シグナルを見てるんじゃなくて自分が立てたモデルを見てるんですよっていうのが、まあ、この予測符号化モデルの一つのポイントになります。まあ、皆さんよくご存知だと思うんですけど、あのフリストンが特にこれ援用しているので、それで有名になったんですけど、僕はフリストンの考え方とは違うので、まあ、ちょっとそこは誤解しないでいただきたいんですけど、あのとにかく内部モデルを見てる。でこれはこれもまあ茂木さん紹介されたかもしれないですけど、これまた手を挙げさせてもらっていいですかね。これ何、白と金に見える方手を挙げてください。白と金、白と金、あ、2人、あ、3人、3人いらっしゃいますね。白と金、これ医学でやってもね、やっぱり 10% ぐらいで白と金に見えるんですよ。で白と金って見えるっていうと皆さん、まあ、まあ皆さん知ってたらだけど、あの青と黒に見える人はこうガーンってくるでしょ。あ、茂木さん、青と黒、そうなんですよ、青と黒。あ、僕は青とちょっと茶色っぽく見えるんですけど、まあここら辺バリエーションあるみたいです。でちなみにこっち側を、ピンクと白に見える方、ピンクと白、ピンクと白、お、3人ピンクと白、そうなんです、これぐらいいるんですよ、ピンクと白。でここがピンクでここが白なんですよ。でも灰色とエメラルドブルーに見える人は、あのそうですね、いやもういいですよ、それ以外はきっとそうだと思うんで、ピンクと白に見えるんですよ。これを見た瞬間にさっきから言うけど、いや人間が見てるのは感覚器が見てるわけ。俺ね、これ、慶応のね、退院された坪田先生にあの目のやってる人いたら、いや、さまざ常識だよ、目やってる。目はね、視覚情報ほとんど視覚使ってないんだよと、彼はその言うんですけど、でこれはあの、これも皆さん多分、多分、茂木さんから学んでると思うんですけど、そもそもこの家に、ね、僕、茂木さんから学んだような気がするんです。あのザ・ドレスっていうのは、どっかソニー時代かどっか聞いたような気がします。あのちなみにこれは。あので、石川先生からもこれ話を聞かせてもらった気がします。でこれはね、あのこの背景にある光源が青い色だということを前提に立てば、今青黒に見えている裏にあるのは金色と白だっていうふうに推測できるから、ベースにある光源を、あの青系統に規定するか、その中高色とか黄色で前提に立てるかで違ってるわけで、まあ、それで進めていくかどうかわからないですよ。だからいずれにしても何か その生成モデルを作ってるわけで、見てるものを見てるわけじゃなくて生成モデルを見てるというのはこのザ・ドレスから非常に、まあ僕はクリアなんじゃないかと僕は思っています。もちろん反論のある方いらっしゃると思うんですけど、で例えばそのこの問題はもうここに立ったら奥行き見えるんですよね。で石川先生奥に見える、すごい奥に見えるんですよ。だけど網膜は二次元なので奥行きは見えてないはずだから、奥行きは脳が作ってくれているもので、だからまあそこがその地下あの予測符号化の一つのモデルなんです。でもうちょっとその言葉で表現すると、予測符号化モデルっていうのは人間の経験を内側から来るものだと捉えます。だからモデルが経験を生み出していると。で人間の脳は世界のモデルを生成して、まずこれから見るもの、聞くもの、触るもの、嗅ぐもの、味わうものを予測し、予測するとともに情報が入ってくるからその修正をすると。だから五感の仕事は生成したモデルが現実からかけ離れてないようにチェックしていることではないかというのが極端な、極端じゃないんですけど、まあ、予測符号化モデルの一つの見方だというふうに思います。でこの観点に立つと、先ほど そのモデルの時に、その意識というのはまずその感覚予測というのが、自発的に感覚予測というのがまずあります。でそれに対して外から感覚情報が入ってきます。でこの修正の結果、知覚が生じます。で、まあ、修正しない、修正がかからない場合もあるし、ね、さっきの色なんかは修正する根拠ないじゃないですか。これ間違ってるという人もないし、フィードバックはどこにもかからないから、まあ、いずれにしてもその感覚予測があって、感覚情報が入って知覚というものがある。で知覚 と、その感覚情報と感覚予測が大きく違ってないと仮定したら、もしかしたら意識って生まれないと思いません？自然と。だから繰り返したけど、感覚予測と感覚で、その予測したものと感覚情報がずれてると、なんでだろうということで初めて僕は意識が生まれるような気がしてて、ずれてると何をしなきゃいけないかというと、モデルを修正するか、外に働きかけて世界を変えるか。どうですか、モデルと自分の予測が違うわけです。モデルと予測が違う、うん。でそしたら予測を修正してモデルの合うように変えるか、自分が脳が作って
果世界の方を変えてしまうかというふうになるんじゃないかなというふうに思います。でもう少しお話を進めさせてください。もう少しで終わるので皆さん大変だと思うんですけど、これまでの、いやそれと学習理論とどういうふうに関係するかってことなんですけど、これまでの入出力モデルというのは強化学習がメインだと思うんですけど、脳を刺激反応系、入出力系として捉えてきました。でそうすると脳ってのはある種遺伝子と発生のプログラムによってデザインされたものだというふうになってしまいます。で、この強化学習をちょっとディスったこのコメントは The right goes on I pull the lever The food comes It's a full life だからレバーを押したら光って光ったら食べ物が出てくる、これが人生のすべてだ。強化学習で全部説明してしまうならばどこに心があるのかと、こういう絵になっちゃうわけです。だからこれはやっぱプログラムということを前提にしていると思うんですけども、じゃあその予測符号化モデルと合う学習理論は何かっていうのは、僕だから予測符号化理論がこう気に入る理由はね、亡くなった小西先生のこのモデルが大好きで、これは京大出身の小児科の先生なんですけど、彼はその乳児期が大切なのは全く知らない世界に飛び込んだ赤ちゃんが自ら行動することによって情報を収集し考え自らの身体とか知識のようなものを作り込んでいく時期だからなと思いますと。だから誰かが教えるとかね、そうなんじゃなくて自分が発見するんだと。で、蝶々と赤ちゃんがあった時、外部観測、これまでの入出力モデルだと蝶を見るという入力があるから蝶を追うという出力が出ると。で、脳の中には蝶を追うというプログラムがあると。こういう絵にならざるを得なくて、プログラムのところはいろいろ意見があると思うんですけど、こういうふうに入出力で書くんですけども、いやそうじゃないやと小西先生言うんですよ。いや自発運動、赤ちゃんでランダムに動くから、ランダムに動くから腸が発見される。で腸が発見されるときに、その直前にお母さんにお腹が空いたからミルクをもらっておむつも変えてもらって、すごく気持ちがいいときにたまたまランダムで腸を見ることと、お腹が空いておむつが汚れているときに腸を見るものでは、腸とカップルする感情は、腸はニュートラルだから食べるわけじゃないか、腸を追うか追わないか、例えばそういうそのコンテキストみたいなものが、先ほどの色もそうなんですけども、こういう形で内部観測者視点で立ったときには視覚から入るんじゃなくて運動から、これも池上先生が語れる運動から物事が始まるっていうか、この自発運動からその学習が始まるということの一つの、見方だというふうに思います。もちろんそれはもちろん新しい僕の同時の概念であるというつもりは全くないです。でそうするとですね、この、予測符号化モデルっていうのはその外部環境を知覚するだけではなくて、運動とその臓器の予測にも全部関係してくるというふうに考えられます。ということでちょっとそこを説明します。でここフリストンはこれベイジアンメカニストとかマルコフ・ブランケットとか自由エネルギー原理でこれ説明してるんですけど、ちょっと僕はそれと意見は違うので、これはダメって言ってるわけじゃなくて、ちょっと僕は違う形でものを見てると思ってください。でまずその運動モデルの転換なんですけども、従来の運動モデルっていうのは到達運動、例えば何かを掴む運動でもいいですし、複雑なテニスのボールを打つでもいいんですけど、目標の位置まで腕を適切に動かすのに必要な運動指令を計算して、それを筋肉に対して出力すると考えてきたのがこれまでの、モデルになります。で、ここいろいろ議論はあると思うんですけど、ちょっと批判は置いておいて、で新しい運動概念はそうじゃなくて、運動を達成した時の状態で得られる感覚信号の予測が運動やから出るんじゃないかと。で運動が終了した時の筋感覚を脊髄のアルファ運動ニューロンに送れば、あとは末梢の反射で自動化できるんじゃないか。だから中枢から、運動指令を出してるんじゃなくて、中枢から行くのは、運動の結果だから、僕はテニスするんですよ。テニスでうまくトップスピンが打てた瞬間のこの感触っていうのは、筋肉と手のひらとこういうものを、脳が予測して、運動が行われるんじゃないかと。これ正しいって言ってるわけじゃなくて、そういうものの見方があるというふうに考えてください。だからつまり脳はその、テニスでボールを打った瞬間の、自己感覚、これは触覚とか筋感覚とか平衡感覚を合わせたものを、何回も練習する中から覚えていて、で非常にうまく打てた瞬間のものを再現しようとして、感覚をとにかく予測しているというモデルです。で、これはいろいろ異論があるしけど、こっち側が実はその病気の観点でものすごく重要で、内受容感覚予測、これも内受容感覚の予測っていうのは
いろんなモデルに使われているので、あくまで今日 の, あの予測符号化の中でちょっと理解してほしいんですけど、お腹の空いてる状態、もうちょっと言うと、いや、夏の暑い時にテニスをして、で完全に脱水症状になってから水を飲むのが手遅れですよね。だからそうすると脳は脱水症状になる前に脱水症状になると予測をして喉が渇いたという状態を邪気していると思いませんか。でそうするとね、食事を食べるときに、変な話だけどこれだけ食べ物がいっぱいあっていつもなんか物をつまんでると本当の空腹感っていうのを忘れちゃうんだけど、そもそも多分お腹が空いたっていうのをこれから測ってみれば分かる。お腹が空いた時に本当にその血糖値が下がってるかっていうと、きっとね、皆さんがなんかお菓子食べたいと思う時には下がってないと思うんですよ。だからお腹が本当に空く前に空いたと予測をするしないと、本当にあの血糖値下がるまでお腹空いちゃったら手遅れになるから、だから脳は空腹感を予測してるはずなんですよ。だからそう見ちゃうと予測が間違ったら過剰に食べちゃいますよね。で、あの予測が間違えば飲んじゃいますよね。お酒も飲んじゃいますよね。だからあの生活習慣病がだらしないから太るっていう説明をされる方がいるんだけど、僕はどうしても、いやだらしないって何や、何が平均だ、いや それはそのあまりにもなんかあの道徳的で中心値があって、そうではなくて、むしろ人間はお腹が空くとか喉が渇くとかお酒を飲みたいというのは、お酒を飲んだ状態を予測して自分はそういう状態にしようとしているということで、まあ、ここに書いてあるんですけど、脳の予測によって作られると。だから食欲の予測を誤れば身体が求めている以上の食事を取ってしまう。で、中の臓器の状態はさっきの色と一緒で、あの小さい時にね、それあんたお腹空いてる時はそれ間違ってるよ、あんたの脳の予測は間違ってるよってフィードバックが誰からもかからないでしょ。それがお友達がね、怒ってる時にお友達笑ってるともし言ったら、お母さんから、いや怒ってるからダメだよそんなことしたら、フィードバックかかるけれども、自分がお腹が空いたっていう予測が間違ってるものについては誰もフィードバックしないから、まあ、だからそういう意味ではその生活習慣病を一つ整理するときに、この内受容感覚の予測が間違っていることがもしかしたらいろんな問題を起こしているんじゃないか。でもっと言えば、例えば相手の心をうまく予測できないことがその心的ストレスとか鬱になる可能性もありますし、そういう意味ではそのうまく自分の予測モデルを変えることができる人、柔軟な人は幸せだと思うんですよ。どうしても変えられないといつもぶつかりますよね。いつも同じところでぶつかっちゃって、でその予測と現実の溝が解消できないと、もう心の葛藤だとか違うかってまあちゃう。だから、脳をこのモデルでだけ解釈すべきだと僕は思わないけど、何か僕の熱技学からこう流れてきたこの考え方は重要なツールになるような気が僕としてはしています。それで理論は衝突します。でその機械のメカニズムが好きな人に、この非平衡解放系とか言ったら誰も聞く耳を持ってくれません、ほとんどの人は。だけどその閉鎖系であろうが平衡解放系であろうが非平衡解放系であろうが、状態がある状態に変わっていくと立てれば、そこがどういうものであっても何かそこを統合することができるはずで、まあ、こういうところが多分鍵になるはずなんですよ。でこれをやってるとね、必ず最後に桜田さん、あなたの理論は振動子としてシステムを見て、で振動子の同期とか非同期から、その現象を解釈しようとしてるでしょ。それは数学的に極めて困難で、できませんと。だからそういうデータ解析できません、あなたのその抽象理論で終わりますとこう言われるんですね。で、まあ、その通りの部分もあるんですけど、それは僕 の, そのずっと実はソニー時代から の, その挑戦で、その動的モード解析というのはその複雑なその非線形 の, その時系列の問題を、例えばそのリズム成分と刺激誘導成分とベースライン成分に分けることで離散化することができれば、チューリングの二酸機械モデルと統合することができます。まあ、ちょっと論文書いてないので特許しか書けないんですけど、特許成立はしています。でこれちょっと僕には荷が重いんですけど、その九州大学の川原先生の資料をお借りしているんですけども、このもっとクープマンオペレーターという線形分離の方法を使うと、この流体力学が、割と線形的に理解できる方法があるので、そうするともし生命現象でもそういう連続データの
データが得ることができれば、こういう方法を適用して、あの同期非同期が変わった、彼はここの同期が難しい、この部分で相互が生じているということがデータから解釈できるようになる可能性があるんじゃないかというふうに思っています。で、まとめますと、今日の話はいくつかあったんですけど、一応統合されていて、で原点はその熱力学第二法則、内部情報に基づく拡張というのが基盤にあります。でこれはその動的システムを考えるための基本的なその理論の原則になります。で、ただその動的システムを実際その解釈するときに、その対称性の破れとか生成モデルみたいなものが重要になってきてて、で実際そのこれあくまで解釈なので、生データが与えられたときに実際のそのドメイン知識とつながるかというときに、その動的モード解析のようなことを行えば、ドメイン知識とこう連携していけるんじゃないかと。でネットワークと動的システムの間は、兼論によって、まあ、一応概念的に連結できるんじゃないかというふうに、まとめています。で最後ですね、あの2枚だけあのちょっと理論から離れて、将来の医療はどうなるか。でこう医学部でね、こうなるからお前らもういらないとはちょっと言えないでしょ、うん。でまあ、それとは別に、なんであの人間中心が多分続くだろう、で AI が周りをサポートはするんだけど、先生がここに中心にいなきゃいけないと。で一つは、例えばその痛みの予測っていうのは、まあ、できればいいですけど、痛みって自然言語またすごい曖昧ですよね。痛いってすっごいいっぱいあるんですけど、この痛みというものを、例えばですね、痛みを体育会系で痛み我慢してでもちゃんと生きるっていう人の治療法と、痛みが我慢できないから痛み止めをすることで寿命が短くなっても痛み止めをしてあげなきゃいけないケースと、これはアルゴリズムだって人と人の関係でしか多分これはその治療法の選択ってできない部分があって、全部そのアルゴリズム化できない部分があって、その感性の部分っていうのは必ずあると思うんですね。だからそういうことが多分、臨床医を真ん中に置かなきゃいけないっていう一つの僕 の, その立て付けです。で一方ですね、その臨床医は当然さっきの、モデルを、患者さんのモデルを作ってるわけですけど、さっきのドレスの絵のように、もしかしたらとんでもない形で私たちが病気になった時に目の前の臨床医はモデル化してるかもしれません。いやそれは分かんないですよ。どうなそうしたらやっぱりそのここでつぶやいたときに、いやこれ Google グラスをつけてるかもしれないし、いやスマホがあるかも、いや先生それ違いますと、このデータを見るとこの患者さんは、先生の見立てとは違ってここに問題があると言うべきですというフィードバックがある方が、患者 の, その治療っていうのは精度が上がってきます。だから、そういう理性的なその識別とその感性の問題を組み合わせるとしたら、純粋な人工知能よりもこういう形にあの統合される方が有効なのかなというふうに思っています。で最後あのすいません、あの牧さんに書いてもらって恐縮してるんですけど、あの、その亜種の起源というふうに書いたんですけど、これ苦しみって書いてる理由もさっきの苦しみとすごく実は関係をしていて、あの今日の話を、ね、自然言語で書くのは非常に苦しくてですね、もうあの地獄のような思いで書いて、全然その数式は入ってないんですけども、である断面しか書いてないんですが、一応その本をあの書かせていただきました。それで、その出た10月12日の一瞬ですけど、一応 Amazon のベストセラー1位になったので、あの読んで苦痛になるほどではないと思うので、もし今日のお話に興味があったらですね、読んでいただければと思います。あのご清聴ありがとうございました。お願いします。すいません、まあ、ちょっといろいろあるんですけども、まあ、あの内部情報と外部情報って分けられたものですが、僕の理解では、まあ、情報で次はこの一番面白いところっていうのは、今まで考えてなかった環境を取り入れたっていうことが全てで、内部情報っていうよりはむしろその、まあ、対象としている系と環境の中にその、まあ、相関が見えたということが、あの熱力学に含まれたということなので、そういう意味ではその物理学に環境を持ち込んでいて、まあ、そこから先生あの紹介していただいた今日のデータの話では本当にその片付けでやってきたことが全体なんですけども、
それ以外で起こったことっていうのが、複雑系で起こったことっていうのが、まあ、一つは、ちょっとその複雑な環境に対する取り組むかということであり、もう一個は、ちょっと違うかもしれないですけども、やっぱり、データがエクセシブにあると。で、その二つの観点は、複雑系では取り得なかった。で、まあ、堀さんの話から、堀さんや佐野さんの話から始まって、まあ、佐野さんの、動機の話とか、そこで唯一出なかった話っていうのが、やっぱりその僕はそのエクセッシブな環境に流れてる情報ってことで、で、それとあとはまあ、最近の言語モデルに書かれない LLM っていう話で、ラージランゲージモデルっていうんですけど、そういった観点は複雑系には全くなかったんです。で、それがまあ現在2022年だと私は思ってるんですが、それについてはどう思いますか？すごく大事で、今僕が割とアブストラクトしたところを今池上先生話していただいたと思うんですけど、ここで外部情報ってすごいシンプルに一言で片付けてるんですけど、この外部情報はさっき先生おっしゃったように外部の複雑性を内部に取り入れ、でそのことで、もう一回情報発信をしていく、そのある種のループを作ってるから、ここが実際どうなのかっていうところが一番実は僕はキーだと思うんですよね。この外部からその取り入れる、吸収する情報、だから全てを吸収してるわけじゃなくて、そこはシステムが外部の情報を選択して、その生物から見れば選択してるわけなんですけども、その外部情報っていったら一体どういう意味があり、だからどういう形で、だからその吸収しているのかってことはここで定義全くしてないわけです。だから仮に外からの、だからこれはニッチなのか、今議論したようにローカルなニッチの情報なのか、もうちょっとニッチ自身がその環境全体の影響を受けて変わるわけですよ、ニッチは。だからそうするとその外部環境を同定式化するかっていうのはここでは描かれてないです。で、ここはあくまで外から入ってきた情報、それは生物の場合はリセプターなり五感があるからそこで選択されるわけですけど、その情報を使って、その内部情報を外に発信していると絵しか書いてないので、まあ、それがまあある意味このモデルの限界であり、そうですね、そこまで、だからその今例えば情報熱力学は通っているようなレベルでの定式化はここではされてないです。ただそのもう一つ加えるとしたら、その情報熱力学は通っていることとは違う問題をここで実は通っているので、多分相入れるだろうというふうに僕は思っています。最終的にその構図として反対してるわけではなくて、その考えをそのまともに、例えば体の中の環境について出したら面白いじゃないかなと思ってしてるんですけど、例えばその臓器移植した場合に、臓器移植を扱うときに、例えば今の脳の脊髄だったらば、まあ、進行中の臓器移植ではなければ、で、私は桜先生に例えば今のを聞きたいのは、例えばその臓器移植がうまくいくまでいかない場合っていうのがあるんですよ。その時にそのうまくいかないを決定しているのを、例えばその体の他の環境、あと他の健常の細胞とか血液の流れとか、他のまあいろんなケミカルとかホルモンがあって、でそういうと与えている臓器の、まあ、その空間とか時間情報もあると思うんですけども、そういったものに対してどういうようなその、まあ、情報の相関を持たせていけば移植がうまくいくかということに関して、まあ、形式できるんじゃないかなって思うんですけども、そういうことっていうのは複雑系ではやられなかった問題であるし、ものすごくちっちゃい形で佐川君とか今回やってるのはあのシステムで、例えばその細胞のプロトコンとか、まあ、そういうところはそういうことと関係あるんだけども、そのそれは医学の問題に適応した場合に、それとその生態内環境っていうものをどうやって形式できる可能性があるかとか、その辺もちょっとお聞きします。はい、ありがとうございます。で、まずその臓器移植がそのちゃんと定着するか、あるいはそのなくなっちゃうかっていうところに関しては、ある意味その技術的なところがあって、かなり今成功率が高くなってきているので、その観点はどうしても考える必要があるんですけど、一方で、その外部情報と内部情報の関係を考えれば、心臓以外の体が持っているシステムはその情報を生み出しているわけですよね。それ以外のところは特に自律神経や内分泌系が出しているわけ で、そこと
移植した心臓がうまくカップリングしないならば、それはやっぱりそのうまく静着しないってことは容易に理解できて、ただそれはある種 そのテクニックとして医療技術として今そこは進んできているというふうに解釈します。でいただいた質問でちょっとその関連するので、ちょっとそこからあの広げていきたいんですけど、今の観点で一つだけ申し訳ないけど、あの心臓移植と比べてね、心臓の心筋再生ってすごい難しいんですよ。なんでかというと心臓っていうシステムはそれ自身対称性を持って境界があって丸ごと移せるじゃないですか。だけど心臓の一部が壊れた時にそこから別のものを入れるというのは本来はこれ自己組織化、つまり自己治癒だったらありえるんだけど、違うシステムがパーツのように入った時に移植した細胞があるリズムで動いて、で元の心臓があるリズムで動いてたら、それ入れたら不整脈生じますよね、ある意味で。だからそういう意味ではその部分を治すっていうことが実はその機械論でやるときにものすごく難しい理由は、ちょっとその最初の質問から展開してると思うんですけど、その心臓という場の中が一部壊れてそこに心筋の塊を入れるという治療がはるかにその心臓丸ごとの移植よりも、まあ、事故が起きやすいというか治療が出てこないというのはその対称性の問題だというふうに僕は思っていて、でその心筋が壊れているというのはその対称性が壊れているところを、自発的に治していく、自己組織化的に治していくのが本来の修復であって、やっぱその再生が難しい部分は今のそこにあるのかなというふうには思います。ちょっといただいた広げたんですけど、あのだからあの戻りますけど、そのさっきのその質問と思うんですけど、外部環境と内部っていうのはある種対称性が生まれた時に適応しているじゃないですか、すごく漠然という意味の中で今のその対称性っていうのは分かります、その定義が、だから環境における複雑性がそのシステムの中の複雑性とカップルしている時に多分そこはその環境の中にそのシステムっていうのはうまくいきやすいわけで、だからそういう意味ではそのある種の糖質性というふうに、だから環境というものとシステムというものの中にある糖質性をまあ想定しているわけですけど、それは多分心臓移植の時も同じで、まあ心臓移植よりも心再生の時に、その糖質性が再構築できるかどうかっていう問題がやっぱりすごく大きいのかなというふうに思っています。だからあのもしあえてその今日の話のポイントを言うとすると、因果ではなくて、まあその物理の人にとって当たり前のその対称性っていう概念をちょっと入れるだけで生命現象で意外とあの違う形でうまく説明できるんじゃないか、うん、まあここなんですけども、うん、例えば、まあ、物理は確かにね対称性破るとか大好きで、でその金融産システムから何かを変えてやったら対称性破れるっていうことも、うん、あのパラダイムがあるんだけど、僕は生物学者とかいろいろやった時の一番の思ったことっていうのは、対称性なんて最初から全部破れてる、物理の逆なんですね。むしろ対称性を回復することが病気なんだなっていうのが僕の一番のイメージで、例えばその、どんな細胞とか、どんなその、まあ、ペトレディッシュとかやった細胞も全部違うんですよ。だけど、対称性が復権し始めると、それぞれの、ね、病気なんですよ。だから、いかに対称性なんてことにとらわれないで、頑張って非必要な、非均一なものを維持するかっていうことに全力を傾けてるのが、まあ、今の言葉で言うと多様性とかね、そういうことが、実はすごく議論にはならなくて、やらしいところなんだけども、そいつこそが重要なんじゃないかっていうイメージを。それあの田中先生、あのおそらく池上との議論はエンドレスになるんで、あのそう今のポイントだけね、そこだけちょこっとそこだけ、それはね多分ね対称性の定義が僕はあの池上先生がおっしゃってるその通りだと思うんですよ。だからシステム全体で見れば肝臓もあれば心臓があって、それは対称じゃないという見方ができると思うんですよ、そこにいろんな細胞が。で、一方で違う階層で見ればその僕の中で肝臓と心臓が調和していることを僕は対称性と語っているから、そういう意味ではそのコヒレントな状態をまあ対称性と見ているというふうに思っていただいたら、多様なものがあのダイバーシティで言えば多様な人間がそこで調和して、あるダイナミズムを作っているものを僕はここでたあの、あの対称性というふうに定義しているというふうに思っていただいた。多様なものが対称だということ。そういうことなんです。多様なもの、ただそれは、肝臓の中で心臓の持っている、僕の持っている心臓のものが反映されているという形での対称性なんですよ。まあ、ちょっとここ抽象論が強いなので、はい、でもあの坂田さんは俺今日すごく刺激されたのが、やっぱりあの
生まれた時と死ぬ時ってのは特別なことが起こったけど、その間はホメオスタシスで、まあ、脳の神経系の学習っていうのはホメオスタシスキープしながら脳で、さっき のアルツハイマーの話もすごい面白かったんですけど、だから成長細胞とがん細胞とか、あの成長と病気とか、そういうタクソノミー自体がちょっと我々その日常的なバリューにとらわれていて、ちょっとフラットにちょっと距離を置いたところから、ニュートラル見てないところがある気がして、そういうところから生命現象を見るといろんなことがすごく斬新に見えるんだなってことをちょっと今日受け取ったメッセージで、それで先生方っていうか、あの他にもいらっしゃって、あのなんかどうも、いえ、僕はちょっと人文社会科学やっているんですけれども、はい、あの社会的な問題に対するアプローチっていうのも本当にその条件が全く違っていて、でかつ何がどういう結果を考えるかっていうのも全く変わらない状態でやっていて、あの最初にちょっとレジュメ君があったレジュメに書かれていたようなそのアプローチ、医学におけるアプローチというので全く同じような構造が、まあ、社会科学も含めて、それでちょっとあの興味を持って発表させていただいたんですけども、で一つだけあの非常にあの素朴なところで、あのもう少し説明していただけるとありがたいなというふうに思ったのが、その確かにその現象に対するその因果律で説明していくっていうアプローチと、それから最初の機械学習みたいなものを通じてパターン認識していくっていうのをその統合するという、まあ、その間のこの相関みたいなものを明らかにしていくということによって、その両者が相入れるものになっていくっていう、まあ、そういう趣旨はあの分かったんですけれども、そこでその最初に出されていた、例えばそのどちらもある種こうデータに依存していて、そのデータの選択によってバイアスが生じるというような、まあ、問題であるとか、あるいはそのことによってその例えば一つの その非常に個性的な患者に対する何らかの その具体的な処方ということに対して何らかの その こう具体的な何かこう知見に結びつくとか、あるいはそのことによって何かこう医学的な知識が進展するとか、そのそうしたことによってどういう問題が報告されるのかというのが今ちょっと、あ、分かりました。でそれはあの割とクリアにさ多分説明できると思うんですけども、その予測をしたり対象の多様性を識別するという観点ではやはりその機械学習のパワーっていうのはすごいものがあるんですよね。ただ例えば先生がある病気になって重症になるよっていう予測をされても社会課題解決の観点ではほとんど意味をなさないですよね。だからそのある特別な状態であるということを予測してもらったら、その状態に対してどういう介入なりすればいいのかっていうところまで、その知を統合しなきゃいけないわけで、そうするとそこの問題っていうのは因果関係になっちゃうんですね、どうしても。だからそのある状態に対してあるその介入をしたら、予防できますということになるので、そうするとそのパターン識別と因果関係っていうのはどうしてもそのカップルさせられしておかないと人間 の, その技術的なところでは、解けないっていうのは医療の問題にあります。で一方ですね、もっと今日の後半の話はもうちょっとそこが奥が深くて、究極の予防を考えた時にはむしろその人の持っている予測モデルそのものを変えていいかどうかっていう倫理的な問題はあるにせよ、そこがもし自発的に修復できるんであれば、そもそも病気の発生 の, あの生活だから遺伝難病は無理ですよ。だからその生活習慣病にかかる部分はもしかしたらコントロールできるかもしれない。だそうするとそこは対象識別とその因果の融合とは違う視点で、これ理論2って書いた理由は実はそこにあるわけですけども、あの違う形でもしかしたら社会課題を解いていけるかなと。でこれはもしかしたら環境問題も含めて、違う形でできるかなという可能性を、まあ、そこに、期待しているっていうのが僕の現時点で の, あの考えです。ありがとうございます。他に何か学生さんとか今ちょっとシニアの方々、新規と誰か、あ、どうぞ、はい、どうぞ。さっきの、あ、すいません、私クオリア初心者なんですけど、なんか青と黒の服と、はい、金と黄色の服っていうのって、クオリアって予測によって作られるんですか？あのそのクオリアはね、最後茂木先生に答えていただきたいと思うんですけど、あのいや赤の赤さ加減ってね、まあ、僕は多分あのそこにものすごい魅力を感じたんですよ。確かに同じ赤を見ても多分同じように見てないんじゃないかっていうことは、
まあ、皆さんもその潜在的に感じるじゃないですか。なんとなくものを感じる時の多様性を見てるから。だけどそれが本当にどれぐらい違うかっていうのを定量的に見たものってすごく少なくて、でこれを白と金と見える人と青と黒に見える人に非常にピシッと分かれるっていうことは、もしかしたらそういうその質感の違いの中にはモデルの影響を強く受けている、つまり自分の仮説というかそのプレディクションの影響を受けている可能性はあるかもしれない。ただその今の僕の議論もすごく正確に科学的に議論するとしたら、このザ・ドレスという問題がじゃあプレディクションコーディングで科学的に決着がつけているという現状ではないので、あくまで一つの仮説として、だからそのこれで全てが解決したというふうに科学者の、ピアの人が思ってるわけでは全くないので、そのザ・ドレスという現象をプレディクションコーディングという観点で見たならば、意外と僕らが見ているものの多くは見ているものを見ているんじゃなくて、自分たちがこう仮説、その見る前にこう前提条件でこう作っているものを見ているというのがプレディクションコーディングで、それにある種のもっともらしさを僕は感じているというふうにしか今科学的には言えないんですよね。うん、だから完全に証明されて、これ証明するのものすごく難しい問題で、今の現状としてはそういうことで、だからもしかしたら、クオリアの中にはこの我々がで予測っていうのは過去の体験とすごく関係してるわけですよね。過去の体験に基づいて予測してるわけだから、そうするとそのクオリアの本質は僕は過去の経験に基づいてその作られるものではないか。でただ一方で遺伝的なものとかその回路の問題とかその強度とかそういうものが全く関係ないとも言い切れないから、まあ単純化するのは危険だけど、今の質問をしていただいたのは僕としては大変嬉しいです。クオリアとこの話を結びつけていただいたのは、はい、ありがとうございます。あ、どうぞ。なんか懐かしいことを思い出すときってすごい強くクオリア感じる気がするんですけど、じゃあ赤ちゃんのクオリアって外部モデルない、まだ探索し始めの赤ちゃんは確かに初めて外部コーディングした時って、うん、なんか感じること少ないような気がするんですけど、赤ちゃんってどう思いますか？いや、だからいや、すごいいい。で、あれだな。で、多分ね、その最初の段階は多分その何も経験してないんであればないはずなんですよね。だけど、その自発的に動き始めてから、いろんな情報を獲得するプロセスは、ある意味クオリアに満ち溢れていて、ある意味っていうのは、そのつまり、その体験はその視覚情報だけから純粋に切り出しているわけじゃなくて、そのいろんな情報と統合された形でその時の風景ってのは記述されているはずで、でそれが衝撃的であればあるだけ多分記憶していると思うんですけれども、だからそのある種コンピューター的に見れば視覚情報っていうのは独立して脳の中にあってというふうな見方はあると思うんですけども、ただその記憶という観点で少なくとも考えれば、それはそのいろんな他の要素とカップルして記憶されているだろうし、でさらにその体験が例えば腸とは何かっていう時に、腸好きな人と嫌いな人いると思うんですけど、いろんな理由で腸が好きで腸が嫌いだと思うんですよ。これ分かんないですけど、ほとんどだからその本質がね、遺伝子でプログラムされているとなると、ちょっと話は僕ちょっと受け入れがたくてですね、それはやっぱ過去の体験がもしかしたら蝶を好きにしたり嫌いにしたり、あるいは誰かの言葉がね、お母さんが蝶嫌いなの気持ち悪いっていつも言ってたら、それを聞いてる子供は蝶が嫌いになるかもしれないし、でいろんなまあその体験っていうのはあくまで生の体験だけではなくて、その人と人との関係も含めてそのクオリアっていうのが出てくるのかなっていう気はしてるんですけども、まあ、説明になってるかどうか分かんないんですが、まあ発生発達というのは、そういうものだと。だからあえて言えばクオリア的なものをこう積み重ね生み出していくプロセスが発生発達だと、事故とは何かっていうのを含めて、まあ、そういうふうに言うことはできると思います、はい、ありがとうございます、うん、今の意識関連の質問なんですけど、今日の中で感覚予測と感覚情報が異なっていないと意識は生じないと思いませんか、うん、みたいなものがあったと思うんですけど、なんていうか感覚予測が必要だっていうのはなんか必要そうだなっていうのは僕はすごく思っている一方で、その感覚情報がそのいるかどうかっていうのは、例えば夢ドリームのところとか考えると、なんかその感覚情報と感覚予測の異なりでなんか全てっていうか、まあ、それで説明できる
ようには僕はあんまり思えなかったですけど、それはすごいいいポイントだね。あのその夢っていうのは少なくともその感覚情報がない中でその夢というものを生み出しているわけで、でまあそれが記憶されて起きた後もそれ記憶されているということだから、そういう意味ではその感覚情報とその生み出したその予測との相互だけではなくて、夢というのは感覚情報がない時に予測だけがあるって存在ですよね。でそれは僕が言った感覚情報と予測が一致しているとは違うもう一つの状態ですよね、うん、だからそうであるならば、今のロジックで感覚情報と感覚予測がカップルしているときは意識がなくて、意識されなくて無意識でされて、で、そこに相互が生じたときにあれと思って意識が生じて考えていくということと、第3番目に夢のように感覚情報がない中で予測だけがあるっていうのは3つとも違う状態ですよね。だからそれでそれが、まあそれは単なるそのロジカルな議論なので、これ実験科学者としてはそれ証明しなきゃいけないわけで、むしろそういう説明も可能ですけど、いずれにしても実験科学者としてそれをどうやって証明していくかっていうのはむしろ今後の課題で、そこをまあいい点をご指摘いただいたと思うんですけど、そういうふうにまあ僕自身は整理をしています。ありがとうございます。すごい興味深くお聞かせいただいたんですけど、前に僕は津田一郎さんっていう方がなんか循環規定におけるカオスっていうののなんか論文を書かれていて、でそこでなんかその、まあ、人間の毛細血管の脈拍の変動がカオスであるっていうことをおっしゃっていて、で、まあ、その論文の結論がその心身が健康である人、まあ、それはまあその当方の本人が自覚している場合なんで、自覚しているということなんです、まあ、でも健康な人ほどその生成されるカオスのアトラクターの構造がすごい複雑 で、うん、でそうじゃない人、まあ、健康じゃない人っていうのはそのすごいアトラクターの構造が単純になるっていう話があって、でそこで先ほど池上先生と の議論があったと思うんですけど、その対称性みたいなその綺麗な見方とはまたちょっと違う形で例えば、まあ、健康である状態とそうでない状態っていうのは、なんか そういった何だろう、綺麗に見れるもんじゃないんじゃないかなっていうのをその文を読んだ時そう、もう本当に大事なポイント でその心拍変動っていうのがあってね、それでそのカオスとすごく関係してるんですけども、健康で若い人っていうのはその心拍変動がすごく大きいんですよ。で死に至る人っていうのはそれがすごく弱くなるんですよ。だから心拍変動が大きいということでパーターベーションを受けやすいじゃないですか。つまりその振動が大きくあることで、だからその対称性の問題っていうのは対称性がいつも壊れて生成するというプロセスを踏んでるわけですけども、今日もその僕は対称性が単に対称性に向かっちゃったら生物の本質が解けないっていう話を僕して、で対称性が壊れる方法として、増殖とか意識の話をしたんですよね。でその増殖やそのモデルと現実の違いに近い部分っていうのは、そのアナロジーで説明できることは身体現象すごくいっぱいあるんですよ。だからそれが常にその動いていて、それを受け入れて、だから何か外部で変動があるとするじゃないですか。でそれをその内部が受け入れられるってことが健康の定義で、受け入れられなかったらそれはやっぱ病気になってくるわけで、だからそういう意味ではその対称性を形成するポテンシャルがあるということを健康だと言い換えてもいいかもしれないですね。今の問題のことを言い換えるとしたら、でまた環境っても常に変化していくから、ある環境で身体が変化してまた違う状態で変化したら、またその変化に対しても、適応することができればその身体は健康なわけで、それが受け入れられないとしたらそれはやっぱり病気の方に向かっていくので、だからまあそういう意味では池上先生の議論と2人の議論はちょっと僕のモデルをもうちょっと政治化するのに極めて有用なコメントをいただいた気がしてて、だから今のお二人の議論を聞くと、やっぱりその対称性の定義、対称性が破れることの定義、生物学における、それがまあ不完全、今日の説明の中で不完全であることがやっぱりちょっと議論が湧いたと思うので、次のチャレンジがあるときはそこをもう一回正確に定義をして話をしてみたいなというふうに今思いました。ありがとうございます。二人ともお二人の方のコメント極めて貴重だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、貴重なお話ありがとうございました。でその今その対称性の定義っていうお話があったと思うんですが、例えばその対称性を破るものとして、その先生は増殖っていうものを挙げられたかと思います。でそれに関して、
確かスライドで、肺の分化のところの話で、はい、早期の肺から後期の肺に移れて増殖が発生すると。でそれによって代謝性が破れると。でその話はすごくよく理解できたんですけれども、その後に、その発生というもの、その代謝性を、破りながら、臓器ができた段階で代謝性が破れるのが止まるっていう、そういうお話をされたかと思うんですが、まあ、それこそ先ほどの代謝性の定義に関わる部分だと思うんですけども、すなわちこれは、どういう方面においての代謝性が、破れると、ではその臓器ができるっていうことを、対称性が破れるのが止まるっていうことにおいて、具体的にどういう意味での対称性がその破れるのが止まるっていうのを考えます。もうだから今のポイントも全く僕の説明がやっぱり正直精緻じゃなかったから で僕ら生物学者は細胞の分化、つまり発生過程っていうのは非常にダイナミックに細胞が分化していくわけですね、そのブラストシストから。だからそれが止まってあるマチュアな肝臓細胞ができた時が臓器形成というふうに言うわけで、そういう意味ではそこから新たな細胞を生み出す必要がないじゃないですか。でそのステージっていうのは実は必ずしもお腹の中にいるだけではなくて、生まれた後もまだその発生的なプロセスが続く場合もあるし、その臓器の中で。だけどいずれにしても、細胞の分化、だからステムセルから入ってプロジェニターセルに行き、最終的に細胞が分化してある臓器が形成されたときに、ここで僕が語っている細胞分化によるその、対称性の再形成ということは起こらなくなるだろう。でただこの後の議論があったように、違う意味での対称性の破れと対称性の形成ってのはずっと続くわけですね、臓器の中で。だからここで僕が言うべきだったのは、細胞分化の分化を伴う対称性の生成は臓器形成によって終了するのではないかというふうに話せば理解していただけますかね。ありがとうございます。同じ質問でありがとうございます。あ、じゃあ、どうしたい。じゃあ、今、山田君が話したところで、その発生におけるこの対象性どこで破れてるかっていうふうに話し合って、どこで生成分化が始まったのかっていうところと、先ほど一連の規定の話の話で、この心臓の細胞の再生の話となんかすごいつながっているような気がしてるんですけど、その再生が必要だなっていうものになってるんで、対象性が破れてる状態なんですけど、時間的に連続であるんで、どこでその再生対称性の破れが発生して再生が必要な状態になるのかっていうことっていうのは、うん、現段階の医療の段階では起こっているポイントっていうのは明確に分からないという状態になり得るか。まあ、僕はその心臓内科の医師でもなく外科でもないんですけども、その心筋梗塞で心臓に向かう血管が一時的に閉じちゃうと、そこは酸素が不足になって、その末端にある心筋細胞死んじゃうんですね。あるいは一過的に仮死状態になるわけですよ。でそうするとそこの壊れ方がものすごく広範囲に及ぶと、まあ、即死っていうか死んじゃうケースもあれば、小さければそのまま問題なくある程度暮らせるというところがあって、そこは必ずそのきちっと測っていけば、その対称性というか一応システムを維持できるレベルで、心臓が維持できるレベルの障害と、ある意味でその心臓の状態そのものを変えてしまうような、ここで言えば対称性を、壊してしまうような、心筋の障害っていうのは必ず線引きがあって、それは臨床現場で日々見ているもので、それは多分そのデータがあれば、あるいはその専門家があれば線引きができて、でそれが今もあるステージを超えたらもはや手立てがないから心臓移植をしよう、あるいは心臓再生をしようという診断が行われているので、それは現在の医療の中であります。そういう、そのそういう言葉は使われてないにせよ、そういうことはあります、はい。じゃあ、あるいはですね、その対称性が破れないような、まあ、ある種の平行状態を保てるような状態に外乱というか消えるっていうようなモデルか、うん、だからそれは今日の多分一番僕としては面白かったその池山先生のコメントなんですけど、環境とシステムの間にはその情報のやり取りをしてるわけですよね。でそこがすごく
一致しないというかコヒーレントな構造がもう全くできないとしたら、これ身体やっぱり壊れていくと思うんですよ、そこの関係のところで。で全くできないっていうのはすごい極端だけど、例えばそれはその、PTSD をはじめとしていろいろその心的なストレスとかうつを発症するってケースは社会と人間の間でよく観察をされてると思うんですね。で、そのコヒレントな構造を作るっていうのはものすごくやっぱ奥が深くてですね、常にそれができるわけではないけれども、あえてさっきの僕が拡張した熱力学の法則をあえてその組み込むとしたら、一番そこが根本的だから、それはやっぱり環境の情報をできるだけ効率的に自分の中に取り入れて、で自分の状態を発信できるシステムは環境と適応しやすいだろうと、僕は熱力学の第二法則はそれを示していると思うから、でもし今の質問に答えるとしたら、そういう方法があるかとしたら、それは聞き上手になり話し上手になるっていった理由は、話す一方ではなくて人の話を十分聞き自分の話を話す、そのもし例え話としたら、そういうシステムは、環境とうまく適応するんじゃないかというふうに思います。でそれが自発的な形で環境とシステムが一緒になって新しいその秩序を生み出すんじゃないかというふうに思います。はい、ちょっと今の関係して iPS 細胞を導入するっていう話されてないですか、まあ、当然出てきますので、ね、iPS 細胞を導入するのに必要な熱量って計算できます。だから分化元に戻すから対象性戻さなきゃいけないじゃないですか、それ計算できそうですけど、それでね、ありがとうございますまだちょっと画面に水持っていってでね、その計算すぐにできない理由の一つの理由はね、ものすごく頻度が低いんですよ。まずその iPS のその4遺伝子を入れた後に初期化されるものが非常に頻度が低いんですよ。でその時に僕はまずどう解釈したかっていうと、プログラムされてるんではなくて、細胞側には転写因子と、あとエピジェネティクスですから、そのピストンのメチル化とか脱メチル化がダイナミックにこう振動してるはずなんですね、転写因子の。だからその振動のものと導入した遺伝子が、それまた振動を生み出すじゃないですか、遺伝子を入れたことで、それがうまくカップルした時にだけ初期化が起こるんじゃないかというふうに僕は思ったんですよ。それを実験がちゃんと組み立てられるんだとしたら、僕はそのソニーに行く前にそういう研究したかもしれない。あくまで仮説で終わってるんだけれども、でそう考えるとしたら、すごく頻度は低いけれども、初期化がうまくいったものは熱力学的に比較的少ないエネルギーで、つまりコヒーレントな形で、初期化しているんじゃないかというふうに僕は思いました。だからそのプログラムという視点から見ればものすごくエネルギーを要するように見えるかもしれないけど、というのが、まあ、ただまあそこに実験的裏付けも何もないので、あくまで仮説というふうに思っていただくしかないと思うんですけど、いや、カードだからこう分化するとその時に出る熱量と落とす分熱量とやってて、一定の反応の流れなんで、だけど今おっしゃってはだから戻す時の、まあ、だからシンクロっていうのはまさにその、まあ4つの遺伝子ってまず限られてるんですよ。だから何度でいいわけじゃないですよ。その4つの遺伝子を入れた時にこれ、まあ、反応のでそれを熱量を、まあ、H を計算するのはそれほど大変じゃないと僕は思います。うん、いやもちろんその計算はできると、そのパラメータを計測すれば、まあ、ダイナミックのところちょっと押さえておいても、全体としてのデファレンスエントロピープロダクションレートは計算できると思います、うん、で僕が申し上げたかったのは、それは理論を立てられる可能性はあります。その何かミミックしてそのシミュレーションすることができると思います、一つを。で、だからそれはそのシミュレーションとして初期化のエネルギーを計算することができると思います。で実際実測するとなると非常にその頻度が低くて、そのアンサンブルで計測できないから、非常にも全体の中のごく一部しか初期化しなかったので、少なくとも僕らが初期に扱っていた時は、そうするとそのシングルセルレベルで何か計測する技術があったとしたら、今のその熱量計算のモデルと実際にそれが一致するという実験科学的なことはできるというふうに思います。あ、じゃあ現在だったら結構可能だ。でそうなってくると、そこにね、いろんなコンビネーションが入ってくるので、単にその転写因子を入れるだけじゃなくて、いろんなその他の工夫が組み合わさっているから、まあ、そういうことを含めてその初期化とは何かっていうふうにこう統合するんであれば、モデル化できるんじゃないかなという気はします。そのエネルギーの問題で、モデル化するかっていうことができる可能性はあると思います。まあ、桜先生 のパラダイムでちょっと話してて、だから、うん、平行熱力学で説明できる可能性があると考えたらですね、 iPS 細胞
いや、その通りです。ただそのモデルの立て方はそのさっき言ったその振動のモデルを加えて作りたいと思ってて、今その僕自身の非常に大事な研究テーマの一つで、いつかその iPS に戻りたいと思ってこの研究をしている一番当初 の、 そのモチベーションの一つは、今その振動子のモデルを初期化の中に入れたということがこの研究の実は一番原点なんですよね。だからいつかそこに帰っていきたいと思っているんだけれども、単にそのエネルギーの問題というよりも、その今のこの非平衡開放系のモデルの中に初期化を組み込むモデルは今後作っていかなきゃいけなくて、それは今僕はできているわけではないので、それは作っていきたいというふうに思います。元々はでもその情報熱量の起源というのはアクセルデーモンを、まあ、ランダウアーがやったように、まあ、記憶の初期化から始まるんですよ。なのでそのまあ記憶の初期化でやるのか遺伝子とかどこするのかということで、もう結構ストレートな感じもします。うん、でそすごくね、生物学者の立場になるとこれすごく細かい話になってくると、例えば筋肉の細胞で初期化をするとね、筋肉の遺伝子が最初は残ってるんですよ実は。だから筋肉臭い iPS なんですよ最初は。だからその初期化ってその1-0の応答反応というよりも、でパッセージをしているうちに変わっていくんですけど、もっと細かくいくと実はね、その初期化しているプロセスでゲノムの組み換えが起こったり、非常にその染色体って結構ボロボロなんですよ。その一般にマスコミで聞くことと比べれば、その初期化のプロセスは非常にダイナミックで、決してその状態をその分化した状態から ES 細胞の状態にしているだけではなくて、そこには元の初期化のものが残っていたり、組み換えが起こったり、変異が導入されたりで、そこはある意味でものすごく大きなそのエネルギーを伴うような変化がそこには起こっているというふうに思われて、だから必ずしもその単純でない理由はそこがあって、そのモデルを作るというものが僕にとってはまだそのハードルが大きい理由は、そういう非常に複雑性を僕自身がその体験してきているので、まあ、これから作りたいといった理由はそういうふうに思っていただければありがたいです。いや、その話聞いてよかったのは、だからその熱重薬次元論的に、まあ、異平衡熱重薬で、うん、まあ、今日話された話っていうのは、だからそのそういうのが入ってない話ですね。今の桜田先生の答えっていうのは、まさにその熱重薬でできるなんて言ったときに、普通の医学の先生が反論するときの答えだと思うんですよ。エクスキューズ、いやいや、君がそう言っても熱重薬は熱だけじゃダメなんだよ。だから、でまあ、これがこの条件が入るんだと説明されるんだけど、それをひっくるめて、でも熱重薬の対象との役目でいけるんだぜっていうけど、まあ、桜田先生の強いところなんじゃないかと。ちょっと聞いた。で、多分ね、最後の僕のそのこれが本当は言いたかったところで、その熱力学に還元したいと思ってるわけでは全くなくて、おそらく人間ってこの生物というものの複雑さを人間の認知能力でキャプチャーするには、やっぱりいっぱい引き出しを持ってないと理解できなくて、でそういう意味ではその非平衡開放系というのは一つの引き出しであって、これがすごくうまく使える局面は使ったらいいし、先ほどその質問していただいたように、その因果関係とパターン識別から見ていかなきゃいけない部分もあって、だから今日最初にやっぱり理論で、いや俺がこのすごい理論を語るつもりはなくて、考え方の一つのオプションを出したいという話をした理由は、いやこれがじゃあ今のまさにその池山先生言っていただいたように、熱力学で全部説明できるのって僕決してそうだと思わないんですよ、この複雑なその生命現象。だからただこの衝突する理論を話すと絶対ぶつかる中で、それが一緒に仲良くそのサイエンスを進めるっていうことが、もしかしたらこの時代に一番重要なことなのかなっていうふうには思ったので、そういう方向ですごい議論をしていただいたから、すごく僕は今日はありがたかったなと。まあ、でもアルファフォロット2みたいにトランスフォーマーとか解体して、だから要するにガチャッとなんか全部潰しちゃってやった方が意外とプレディクションができたりするから、そう、だからこの熱力のモデルもそういう細部いろいろあるんだけど、 iPS とかもそうなんです、なんかうまいことやるとそうプレディクションできるようになるかもしれない。そういうことなんです。だからプレディクションっていうことと本当の、うん、ダイナミクスというかね、そこは違う。そう、生命そのものを理解するとは何かって極めて奥深い哲学的問題と、あくまでこの問いを答えるためにこの3つを合わせればプレディクションできることがあるかもしれない。そういうことなんです。だからその真理に僕が迫ってると言いたかったというよりは、むしろこういうツールを使うことで今までできなかった予測や介入ができるようになるんじゃないかと、そういうふうにこの理論を見たときに、もう少し今日の話がこう入ってくるのかなっていう。そして野田君が質問したかった。どうぞ。どうぞ。いやちょっとその古代の話は関係ある。いや内部情報をちょっと知ってるっていうところはちょっとよく分からなかったので、熱を受けてエネルギーを取り入れて少しエネルギーを吐き出して次の状態に転移するっていうことは
時間の不確定に対する説明だったと思うんですけども、菅先生の場合はその内部情報を吐き出すことで次の状態に遷移するっておっしゃって、内部情報を吐き出すっていうのは具体的にどんな、いや、ここじゃないですか。だからその転写因子、さっき言った核内で生成する内部情報っていうのは、固定されてるわけじゃなくて、転写因子のダイナミズムによっていろんな遺伝子発現が出ることで、それがその核から出る情報ですよね。時間とともに非常にダイナミックに動いていて、外からは受容体があって、その受容体に対するシグナリングがあるから、そのシグナリングによって中に情報が入ってくる、外部情報が。だから、その神経や神経と神経の間の全部その細胞外情報伝達分子のやり取りがあって、結局生物学の基本はこの関係を理解してネットワークで今描いてるわけですよね。だからネットワークとして客観的に見るんじゃなくて、これが、ドライバーだとして見たときに同じものを違う形で表現できるだろうということが、こう内部情報で僕は言いたかったことで、具体的にはここにあるようにもう膨大にその内部情報っていうのは、じゃあ細胞の形が変わったりとか、なんか分布したりみたいな。その通りです。だから接着分子の発現が変わると接着も情報ですよね。だから隣同士のその、カドヘリンの発現パターンが変わることで、変わるということも情報だし、で内分泌の因子が変わることが情報だし、サイトカインや炎症性のものが出るのも情報だし、だからそれがその体の中でこうやり取りしてるわけですよね。いろんな、それ塩もそうだし、コレステロールもそうだし、エネルギーもそうだし、いっぱいその情報がある。そういうふうに考えていただいたら、今そうやって放出された内部情報は他の何かの設定とっての外部情報にある。その通り、その通り、外部情報だ。本当です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとそろそろ時間ですので、どうもありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今、皆さんが考えるところってのは結構ホットなところで、で、まあ、ここにいらっしゃったの金子さん、金子猫さんがやられたのも、まあ、細胞増えていくと分化が促進されるって話で、まあ、今の話で、だからもう問題だから iPS 細胞の時どう考えるか、さっき内部情報エネルギー捨てるっていうのは情報捨てるって、まあ、熱を捨てることでしょ、対象性を破るってことは内部情報を捨てるってことだから、だからまあそういうような話がいろいろあって、まあ、だから今日の話はすごい統合的な、まあ、現代科学がまあ直面している多くの要素を集めて話していただけて、まあ、非常にこう、しかもその医学のコンテクストで話していただけて非常に面白かったです。どうもありがとうございました。どうしよう。ありがとうございました。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この様子は YouTube に上がるんで、後でゆっくり見てください。ありがとうございます。それじゃあ。おっと。